最初、やるときに最初はヘルプで入れるって話だったんだけど、いやもう最終的に一人でやるんだったらもう最初から一人でやる最初から最初から失敗したら最初は許してもらえるさだからもう最初はいいよ、最初から一人でやるさ。すごいよ、結局なんか話し相手がいないみたいな感じ始まる本当だ。8月8日開店70日目、木曜夜9時、本日も順調に順調に順調に、開店しました。ひふみずバーオープンです、オープンです。あいやいやいや、あいやちょっと待ってよ、ボリュームがさ、いきます、オープンです。本日の三口さんはこっちか、水に刺した花さんがフライン、だいぶみんなフライングしたな、水に刺した花さんが、三口さんです。いらっしゃいませ、おめでとうございます。曲がねドタバタなっているんだよね、ちょっと待ってくださいよ。ひふみずバーのオープニングの曲がセッティングされてません、これだ、ひふみずバーオープンです。いい、最初からひふみずバーオープンです。だいぶ、だいぶバタバタした。面白い。はい、ツイキスの皆さん、こんばんは。今日は、スペシャルゲスト、最高ですね。ラベルも剥がさなくても大丈夫でしたよ。ドリンク。レベルが上がらないんです。ミキ、あれ、ラジオ沖縄のリスナーさんで顔知ってる人って思います、うん、まだ分からないですね、まだ半年なんで、あ、会話してるけど、名前とあれがまだ、はい、まだ一致してないです。あ、なるほどね、分かりました。ヤンバル娘さんとかはなんとなくあのパンもらったんでそれもすごいパンですよ。あ、でかいでしょ、枕みたいな、はい、あのフランスパン、あれはすごかったですね。ヤンバルのパン、はい、隣近所に分けて、分けてちゃんと、うん、今喋ってるのツイキャスで声拾ってます。あ、そうなんですか。はい、こんばんはしたらみんな話してしまう。ツイキャスってどこなの、これ、これ、これなの。カメラはそうです、こっち、どっちか、左か、向かって左ですね。あ、左、うん、向かって左、あ、正面の上についてる、2個ついてるんですよね。あ、2個ついてるのこれ、1個じゃなくて、うん、あの右のが1個見えるのと、左の正面3個の一番上についてるのがツイキャス、あっちがカメラです。じゃあこれ歩いたら映らないってことですね。そうそうそう、消えた消えた、そうそうそう、あ、入ってきた、入ってきたそう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 、はい、マツコデラックスですなるほどね、こういう感じになってんだ。そうなんですよ。で、今これを個人で配信しながらラジオ番組みたいのもやってる人もいるので。あ、そうなんですか、うん、個人で、個人で家からライブとかやる。ミュージシャンで、うん、ある程度メジャーデビューしてても家でリクエスト受けながら生配信して、いついつライブやるから来てくれって告知やってる人も結構。うわぁ、もうこんな時代なの。そう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 、僕ら全然そんなの分からないですよ。そうそうそう、だからツイキャス、ツイッターのアカウント持ってたらこのツイキャスアカウント取れるんで、あれで例えばあのイベントやる時の告知の動画を、あのだじゃなかったら番組、あ、イベント始まる30分ぐらい前とか1時間前 の自分たちの動きを聞き入れるところとか、裏か裏をちょっと配信しながら、すごいね、みんな来たよっていう告知の仕方もできるんです。今何がびっくりしてるって、オープニング長さやろうと思って今。あ、曲長いじゃんこれオープニングの曲なんですか。はい、今日のなんか選曲で入れてる曲です。これ毎日毎日毎日です。もう1年以上打つとこですねびっくりしました。今喋りますよ、はい、終わったら僕がちょっと今 C や。テーマメールが来ないな。ほら。
西町では牛乳ごっくんちょ、久茂地ではいい人キャラ、小湾ではヌーガラポイポイ。でもはるか昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きのおじさんが昔撮った絹塚、リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオでオープンした仮想のバー、ひふみずバー、オープンです。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール、メールアドレスは123hwmb@gmail.com、 数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。次にツイキャス。お持ちのツイッターアカウントでツイキャスアプリから入店できます。また当店ではツイッターでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。FM ギノワンでは YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しています。 FM ギノワンのホームページからも入店できます。してからにサイマル放送でもやってます。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジから、パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページから入店できますので、このあと10時56分頃まで当店マスター、私ひふみーとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。先週は今日のゲストさんが大きくて、でかくて、先週のゲストが誰だったか忘れてしまった。キャンさん、はい、先週ゲスト どなたでしたっけ。先週のゲスト二人とも分からない。遠藤さんだ。あ、そう、あの有限会社ハッピーの事務局長の遠藤さん、実はですね、今日 あのティーサージパラダイスで、ちょっと朗報の報告がありましてですね、この遠藤さんが支援している、川崎翔也さんが、悪性リンパ腫で戦うっていうことで皆さんに応援していただいてましたが、先日、無事退院しました。これはですよ、本当にね、奇跡的なんですね。悪性リンパ腫、ご存知の方はわかると思うんですが、非常に治りにくいとされている病気で、彼が見つかった、若い36歳で年齢もそうだし、倒れてから発見されるまでは4、5時間倒れたまんまだったので、いろんな意味で本当に奇跡が、重なってできた、本当の奇跡だと思います。もう奇跡ばっかりしか出てきませんけども、本当にすごいことで、本人の方からそのTサージの方に報告ということで退院したということの報告がありました。でまた直接ではないんですが、その番組Tサージのツイッターの方に僕がひふみずまにもメール欲しいなっていうふうに書き込んだので、もしかして来るかなと思ってますけど、今のところないので、まあ来ないでしょ忙しいはずです、退院の喜びで、はい。なのでまあそれはおいおいね、また皆さんにご挨拶できればいいなと思ってます。リスナーさんの方からは、僕宛てに募金も預かって、僕直接お預かりして募金させてもらいただいたこともあったりしたので、はい、皆さんの行為によって無事退院できたことをここに報告させていただきます。で引き続き募金の方をどうするのかっていうのは、事務局長とその話まだ確認してないので、もしまた何かお願いすることがあれば、はい、追ってまた皆さんにお話しますので、とりあえずは、退院したという報告までです。はい、どうもありがとうございます。ということで、どうでしょう皆さん、内地の方はちょっと台風10号とかの影響もあるのかなと思うんです。先島の方では9号ということで、ちょっと深刻な被害が出てるところももしかしたらあるのかなと思いつつ、今日のひふみずバーのテーマは、飛んだというのをテーマにやっていきたいと思います。そうですね、どれだっけ、僕はどれを読もうとしてメールを出させた、これですね、
夢で飛んだんだけど地面すれすれとか、あ、やってみましょう、モテモテ、僕がですね昔台風の時に実家が首里の山川町というところで今の、ダブルツリーヒルトン元のグランドキャッスルという建物があの隣接した道の数字はあの抜け道があってですね、首里のそこって普段からあのビル風が強いんですよ。であそこ遊び場だったので台風の日に僕ジャンプしたら飛ぶんじゃないかっつって行ってジャンプしたら直立のまま数十センチ後ろに飛んだんです。着地に失敗したんですけど、で実際あれで風に飛んだ経験があってそれをふと思い出したので、今日のテーマは飛んだで募集するということで、朝シャワーしながら決めました。はい、夢で飛んだんだけど地面すれすれ大きな場面で歌詞が飛んだ、リューティーのたけちゃんみたいに干潮したら人が上に飛んだ、これ僕実際に飛んだの見ました、僕が着眼潮してで車に轢かれ飛んだら2階の人と目が合った、おばあの入れ歯が飛んだ、修羅場で意識が飛んだ、唾が飛んだ、キャップが飛んだ、布団が吹っ飛んだ、あなたの飛んだ話メールで寄せてくださいということで、先ほどメール、123hwmb@gmail.com まで寄せてください。で今日ですね、それで今日マスター一人で番組放送する予定だったんですが急遽、ゲストさんが以前あの前からあのオファーしていた方が、今日出れるよということであの連絡いただいたので、来てます。後でまた紹介するんですけどちょっと渋りましょうね。これ喋ってもいいですよ。声は拾いますよ。11分になってる。違うんですよ、ツイキャスが跳ねるってさ、すごいわけ、今日もいっぱい来てるんですよ。ツイキャスちょっとあの三口さんを紹介しましょうね。ひどいでしょ、あのゲストなんですけど、ね、俺携帯切ってなかったな。あ、切っててくださいよ。自由ですから。本当に今日すごい、今日の三口さんが、そうだよね、水に差した花さんが来てます。こんばんはと来てます。三口さんです、いらっしゃいませ。三口というのは沖縄で新しい口と書いて新規のお客さんとか最初のお客さんのことを言います。皮膚水場では三口、そんな三口さんをお祝いしております。おめでとうございます。で次来たのがナムカラスクリューさん、こんばんみ、本日早めに遊びに来たよ、チョンボかな、笑い、本日もよろしくお願いしますと来てます。スキャテナーさん、皆さんこんばんはと来てます、いらっしゃいませ。それから一発ユミさん、こんばんは、台風大丈夫ねと。沖縄今のところ風は強いんですが、そんなにでも車、僕軽バンなんですけど空っぽでもハンドル取られるほどでもないんで、たまに強い突風が吹いたりするんですが、まあまあ雨もそんなにね、あの降ったりやんだりみたいな感じで、めちゃくちゃ降ってるわけではないです。はい、今のところ沖縄本島、宜野湾、那覇、宜野湾はそんなにひどいあれではないです。やんばるの方はちょっとあの午後からも雨がちょっと強く降ったっていう話も聞いたんですけど、はい、内地の方の方は皆さんどうですか。はい、もし台風情報あったら寄せてください。アンさん、モイモイおひさ、ゲストが力屋だから見に来た、聞きに来たと来てますよ。これあと誰か教えましょうね。もういいんじゃない、もういいんじゃない。宮津さん、力屋さん、ひふみさん、こんばんはって来てます。こんばんはって力屋。はい、もうこんばんは。13分になるよ。びっくりした。ですね、今日のゲストはこの方。だ、はい、だ、あ、はい、はい、大丈夫、大丈夫、喋って大丈夫、喋ってダメです、ダメです。あれ、あれ、あ、聞こうと思ったよ、さっき。エンターサポート会社は、そのまま、はい、エンターサポートですよ。エンターサポートの、はい、ユーリキアの、はい、白馬力也さんです、白馬じゃないよ、山田だし。山田力也さんです、いらっしゃい。はあ、もうグダグダだね。グダグダですよ。こんなですよ。いいですね、うん、こんなのなかなかないんでいいんですよ。いいんですよ、楽しいです。ただこれマイク入ってるんですかね。僕、はい、入ってますよ、入ってます。大丈夫ですか。大丈夫です、喋っていいんですよね。デイジーラベルが上がってる。ラベルレベル、さすがです。声が通る。いや、僕あのちょっと大きいんでちょっと話しましょうね。はい、大丈夫です、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、今僕初めてこの何ですか、この何キャス、ツイキャス見たんですけど、どう見てもビギンの A 賞なんですよ。間違えてないかな、心配なんだけど。大丈夫です。あのカツラかぶらんとわからないかもしれない。ねえ、だからこんなあのハンチングかぶってたら、うん、しょっちゅう A 賞に間違えられるんで、うん、多分今ビギンと間違えてる方が何名かいらっしゃると思うんで。はい、あ、すみません、ビギンではないです。あの、恋しくっては小石を食べる歌です。恋しくって、はい。
音出すの遅い。もう言った後、なんか僕ダメじゃないですか、僕。ごめん、素人だから許して。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、リキアさん来てもらってですね、はい。もう前々から約束してて。そうなんです。もう行く行く先になってないから。来ましたね。僕が2個、年が2つ上だっけ。僕がですね、今年50です。44年です。44年生。はい、僕が42年生としてたんで。はい、学年が2つ下、今年50歳になりました、うん、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。いや、何のおめでとういやいや、あのね、もう本当に付き合いから言ったら30年近く付き合いがあるじゃないですか。そうですね、ひゅーみさんとは。はい、だから僕らラジオをしばらく休んでたんで、ひゅーみさんがこんなにラジオ好きっていうの知らなかったんですよ。僕もこんなハマると思わなくて。でしょ、うん。だから僕らってもともとバーっていうか、ひゅーみさんがやってたバーで知り合ってるじゃないですか。そうだから、なんでふみさんこんなに急にラジオ。そうなんですよ、助けてもらってラジオに、岩井明夫さんに。あ、今日に。だからもういろんな、そう全部繋がるんですけど、うん、で、リキアと初めて会ったのが、そのディズニーっていうカフェバーが雲地にあって、琉球放送の裏だったんですよ。はい、で、あそこで、オーレポーポやってて、その収録後に、うん、みんなで遊びに飲みに来るような感じのお店で。で、ユーリキアに関しては、うん、ポーポーもだったんですけど、当時 RBC でラジオやったんですよ。らしいですよ、これ初耳です、はい、生で夜の10時から、うん、ユーリキアのネジっていう番組をずっとやってて、生放送で、うんうん、それを2年ぐらいやってたんですかね。で、その終わりが11時半ぐらいだったんで、うん、それから飲みに行って言ったら近いじゃないですか。まあ、もう攻めの前だしね。でもディズニー多分1時か2時閉まりだった。2時閉店です。だけどユミさん優しいから4時5時まで開けてくれたじゃないですか。覚えてないですマジで。そうそう、だから若い時あんまりあんな遅くまで開けてくれるとこなくて。地図元でしょ、どうせ。そうそうそう、みんなでワイワイしながら、うん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 、で、あそこに溜まってたっていうのがずっとあったんで、うん、ただひゅーみさんを見たときに、あのラジオの現場で見たんですよ。ひゅーみさんがあのラジオ公開してるときに20年ぶりぐらいに、後ろ姿をひゅーみさん見た瞬間に、なんでここにいるの。どこで。パレット前。おひさん。うん、おひさんおるの。あ、違うや、あれだ、ミュージックソン で酔っ払って遊びに行ったときに。そうそうそう、なんでひゅーみさんと思ったの。あの時は司会誰がやってたの、あの時間って。司会じゃない、アキーナ。アキーナがいたんで遊びに来たんだ。そうそう、事務所で飲んでて、で、それでアキナがやるからっていうことで、うん、寒い中、うん、アイスクリームもアキナにデジョコラってヒーサムやって言われて、ね、っていうので、その時に初めてあれ、なんでフミさんと思って。そうだ、思わず言ってしまったじゃないですか、うん、あれ放送でびっくりしたんですよ、自分も。当時ってできやってあー、これはなんかちょっと縁だなと思って。そうなんですよ、それからですよね、はい、だからあの時にそのオワレポーポーの、うん、ユーリキアが一番よく来たのかな、うん、そうですね、アキラさんか、はい、アキラさんと僕ダーツ一緒にやったりとか。そう遊んでて、で、しんちゃんがたまに飲みに来て、泉谷龍也も結構来てた。当時は、今これ言っていいんで大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。ユージとヤユが付き合ってるのは内緒だったんで。あの時付き合ってたの。付き合い始めなんですよ。あ、マジで。今これ聞いてる方ラッキーこれ誰にも話してないですけど、あれね、あのボーボー時代か、あのぐらい。あ、そうなの。あれの後半あたりなんで。うん。で、僕に行ったのも、友人、相方が僕に行ったのもかなり後だったんで、うん、多分付き合いとおっしゃったんで、なかなか2人で行けないじゃないですか。ああ、だから僕らを出しに使って行けるように仕向けてたんじゃないかと。作詞だな、さすがだな。もう、あの人はもう、西向さんはもう作詞ですよ作詞だな。川光はさとしなんですけどね。ああ、最近みんな元気。分からないですね、僕も会ってないですね。大丈夫、生きてる。全然分からないですね。あ、いえ、みんな間違えてるの、川光先生は僕より1個下ですから。ああ、そうで、これあの、みんな間違えてて60過ぎてますよねって言うんだけど、まだ彼は49歳ですから。だからみんな年齢不詳なんですよ。本当に年齢不詳なんだよ。みんな分からないですよね。弥生と、ユージと僕が同級生。泉が1個上で、あっちは西原だ。そうで、渡嘉敷店長なんて7つ上ですよ。7つ上か。7つ上。今ライブ活動やってるよね。見たいですよ、うん、ほとんど県外に行ったり。県外行こうみたいで。今年、夜波で紹介が解散したんで。あ、そうなの。はい。で、それで15年ぐらいやってたんですかね、うんうんうん、で、もう個人で動くということで、20丸男子さんと店長はもう今、個人で別々で。別に仲が悪くなったことじゃなくて、うんうん、なんか
グループで動くのはもうこれが最後ということで、うん、モツで大きくやったみたいです。あ、そうなんですね、うん、あ、いや、その話知らなかったな。はい、そう、そんな感じで、その僕がこのラジオをやった時に、その後かな、アキナが、はい、アキナがちょうどラジオ、あの親子ラジオ抜けるみたいな話、ちょっと相談を僕受けて、で、たまたまアキの旦那が僕の実家の近くなんです。あ、首里？首里。あ、そうなんだ。僕の実家の近くで、うち僕のネネゲルさん、山子、はいはい、山子は知ってるでしょ。わかります。山子とアキナのお父さんが年近いんだけど、近所の恋人になるの、アキナの弟は。あ、まあまあ、あの辺では死に有名な正雄、まあ、正雄だったかな、違う、何だったかな、アキナの父ちゃんでしょ。とにかく、あ、違うか、ちょうど僕が小学校の時に、うん、暴走族の、3S とか、うん、ブラックエンペラー時代に、あの人は、あの人が作ったマシンで、みんな、現役で作ってたよ。あ、アキナの旦那の父ちゃん、うん、あ、アキナ、あ、旦那の父ちゃんね、旦那の父ちゃんがずっとマシン作ってて、あの時代って神谷とかじゃないですか。神谷、神谷、あのマフラーの神谷とか。ああ、分からん。7班で一種類の数字で、うん、白部4台からウイリスなんか逃げる人たちだったから、あのさ、昔の人たち、これ見てる方に言いたいんですけど、こんな伝説よく聞くんですけど、これ実在するんですか。いや、本当に見たって。僕目の前で白部から4台から逃げてくるこれ有名じゃない。うん、うん、ウィリーで白バイが逃げるんでしょ。数字道はスピード出し切れるわけよ白バイもあった、あのか、逃げてる人たちもここもう本当にあるの、こんなの、うん、曲がっていくのウィリーさん曲がって、またこんな人いるの、曲がっていく、これ本当ですか。本当、なんか漫画見てからこれやってるとかじゃなくて、うん、で、僕らもいろいろこんな聞くじゃないですか、先輩方こんなだったよ、うんうんうん、ほとんど嘘じゃないかなと思ってます。あの、朝起きたらホイール盗まれてブロックに乗せられてる、これも本当だ。ブロックに乗せられてる車っていうのよく見るんですけど、あれってやっぱり盗まれてるんですか。今のは分からない。昔はもう本当に、あの友達のニーニー、素人のニーニーって言ってるけど、うん、ユミさんの人がやってる。うん、僕は違う、あの僕はそんなのしなかった本当に怖かった、あの人たち。いや、僕らも先輩怖いのいっぱいいましたけど、うん、あの国際と、まあ、あの僕ら今中学校が国立よりみや中学校なんで はい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 、国立のよりみやなんで、皆さん真面目なんですよ先輩方もすごく真面目で絶対違う、はい、もうあの大変なんですよより中もう学校行くたびにどんどんとお金がなくなっていくし、ベルトもなくなっていくっていう、ゲーム落ちもなくなる、はい、全部なくなるところなんですけどなくなるし、ここの先輩方ちょっと頭いいのかな、おかしいのかな頭取ってるし、取ってますね。ちょ、あの国際通りとかで外人見かけたら喧嘩をかけるんですよ先輩が鉄パイプを2つ持って、うん、2つでこの外人戦いに行くんかなと思ったら、1個外人に渡してからファイって言っちゃった国際通りで火花散らしてるの初めて見ましたよ僕この人なんか知らないふりしましたよ。こんなのも知らない人、僕が聞くと嘘でしょうと思って、ね、やっぱそうなんですね。あんな時代だった、怖かった。いや、もう本当にすごかった、あの時代は。リーバップの前でしょ。そうですよ。ちょうど。うん、だからあの先輩方がなんですチェーンとか手に巻いて歩いてる感じじゃないですか。もう怖くて、うんうん、学校行くのも嫌だったんですよ。でも行かないと逆に殺されてもう勘弁してくれと思いながら。だったら3つぐらい、2つ3つぐらいの人たち。はい、怖いです。またぐらいだ。怖いです。だからユミさんも怖かったんですよ、初め。なんで？やっぱシーちゃんちゃん、みんな楽しいじゃん。そうか、ちょっと暴れん坊が多いんで僕はそうでもなかったんですよ、高校で。怖いです。僕は高校で何事もよりも何よりも二個上の先輩が一番一個上は仲いいんですか。あれだ、藤子だろ、藤子だろデイク2連合。そうデイク2連合、怖いなあ。ったな、怖いなあ。った当時あっち石田も怖かったんですよ。石田もやばい、はい、あの石田の人、これ聞いてる人大丈夫かな、わかるかな。15番よく分かるあと15番は後輩だからね。あの石田の人ってヘルメットが特徴あるんですよ。ヘルメット、あのオートバイのヘルメットが、カラスヘルメットってこんなヘルメットだそうです。あれ見たら石田なんですよ、うん、オートバイの、うん、で、車は RX7 しか乗らないRX7 持ってる人大体石田の人だったんですよだから道端で RX7 通ったらみんな逃げるんですよ、うん、ああ、石田の人だよ、石田殺されるよ、殺されるよより中は石田と仲悪かった、
僕らはとってもよかったです。あ、本当に、はい、あの富山小学校で一緒だったんですよ。ああ。で、よかったんですけど、僕らのやっぱり上の先輩方は、なんか悪かったみたいですね。うん、同じ回しともあんまり良くない。あ、回しはどこともあんまないんです。神原も仲悪い。あ、神原。僕らは特に仲悪い。うん、だから、なんかユリミヤってちょっと外れてるじゃないですか。うん、もうハイバルに近いじゃないですか。いや、ハイバルじゃないよ。僕らいつも陸のことって呼んでますけど。いや、もうほとんどハイバルに近いっていうか、みんななんかちょっとかっこいいじゃないですか、首里とか。え、ユミさんなんか首里ってさ、もう王様じゃないですか。下々のものが僕らいるじゃないですか。当然、南部から見られてる。上から見られてる感じがあって。デイジだよ、首里中は首里中で。だから怖かったんですよ。いや、女性だったから、女性は真面目な、あの、ま、どっちかとまだ今飲んどきましょうね、今絶対嘘なんですよ。絶対真面目な学校でいいそうなんですよ。真面目な生徒が多い学校が、あの、城西小学校、まだよ。え、嘘やん。一番大変な、城北と城南。あの、大体他の中学行く人は大体自分が多いとこですよ。冗談があった、気違いだよ。ちゅうか待って、なんか中学校の話じゃないよね今日。そう何なんですよ。飛んだ今日。テーマ飛んだんですよ。飛んだ、はい、あの、ありますよ。はいはい、僕ですね、20代前半はあの松竹歌劇団っていうところにいまして、うんうんうん、先ほども出ましたあのお笑い方法っていう番組も出てたんですけれども、うん、その中で例えばあの大太鼓を使うコントとか、うんうん、そういうのがあったりすると、やっぱりその青年会から習ったり、うん、あと芝居があったりするとその青年会が来て、うん、その太鼓演舞とかしたり、うん、あと林健バンドってあるじゃないですか。はいはいはい、林健バンドのフロントメンバーが引退するとその青年会から呼んでフロントにさせるとか、うんうん、っていうのでやっぱり付き合いがありましたね。そんだ、うんうん、違う、飛んだテーマ、飛んだバッペーター飛んだエスリーが間に合わない。全然早く準備しといて。はぁ、あ、そんだじゃないんですよ。そんだ、初めまで死が欲しいやつだと思ってから。あ、ごめんなさい、間違え、バペタバペタ、はいはい、あの、乗ってましたよ、確かに乗ってました。はい、あの、僕、シビックもモビリオスパイクも、あぁホンダバッペタ、いやホンダじゃない、違う、え、そんだでもない、ホンダでもないの、飛んだ、はい、どうぞ。柔らかいよね。柔らかいよね、あれね。柔らかいよね。飛んだね。すごい柔らかいね、あれね。やっぱり、男の人ってあっちに夢が詰まってるもんだと思って、どうしても、ねえ、もんだ。僕に頼む。もう、どこまで喋るのかな。はあ、はあ、よかったよかった、もうさすがだな。いいいい、ずっとなんかさっきテーマ言ったじゃないですか、うん、何喋ろうかなと思ったまともに考えてても出ない。さすがだ、いい、喋りながらずっと考えてた。いい、あの、飛んだは本当はあるんですけど。いいよ、もういい、その方が面白いいや、でも今日来れたのは そのおかげなんでしょう。はい、実はですね、うん、あの、この業界、我々芸能関係は仕事が急になくなること、あの、例えば今日7時からあった仕事が、うん、台風の影響で今日本当になくなったんですね、うんうん、それを飛ぶって言うんですよ、うんうんうん、だから今日マネージャーから仕事飛んだよって言われて、うん、急遽じゃあお願いしようということで、うん、ユミさんに電話して、でこの飛んだっていうのを聞くと、うん、なんか仕事が飛ぶっていうイメージになって、あんまり良くないの、あ、ちょっとドキドキするんですよ。あ、ただ中には良かったっていうのも、うんうん、あるんですよ。例えば今流行りの、ね、反社会の仕事みたいなのじゃないかこれっていうのがたまにある。もう今はないですけど、若い時には、ああ、小中にいる頃にはこれ違うんじゃないかとか、やっぱりあるんだ、あの、どこどこのスナックに行ってねとか言ったら、スナックをってなるじゃないですか。あれ、みつおが引っ張ってきたじゃあ飛ぶ時はあの人の仕事の人で飛んだりするんで、それはもう良かったなと思ってそういうことが多々あるんですよね、飛ぶというのは。そうね、はい、はあ、ただ僕気になってるのが、はい、隣の方、お名前何さんですか。ナルトラさん。ナルトラさん、はい、さっきからあのチンチンとか鳴らしてくれてるんですけど、嬉しいんですけど、ナルトラさんも喋ろうかなと思ってたんですけど、うん、どんどん喋っていいですよ。ナルトラさん、飛ぶって話あります？飛んだよくね、渋滞がってね、沖縄ってあるんですよ。僕は実は2年前に、まさかこんな話じゃないよね。タタタタ
さすがだな。わざと今止めようかなと思って。自分で金つきましたよ。さすがだな。いや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 。こんな感じでいいの？うん、全然いいですよ。いいんだ。うん。なんか今いっぱい来てるけど、こんなっていいんだっていうのがあるけど。うん。コインゲットなんですね、この音。あ、さっきの、さっきのあれですね。これ、この音は。うん、違う。じゃなくて、これですよ。ああ。これなんかもらえるの？コイン。これ、飛ぶのができます。なんだろう。すごい昭和感。明治昭和か。もう令和の時代ですよ。令和の時代ですよ。マスケア。楽しいでしょ。マスケア。結構楽しいよ。ジグマメのとこ、国立 Y 中学校は養成学校と呼ばれてたからね。隣の K 中も養成学校。男塾だろ全部。皆さんびっくりしないしてるんじゃないですかね、今見てる人、うん、自然に椅子が下がっていったんですよ。急に下がったんですよ、これなんで。こっちの、こっちの椅子、今度あれです。いや、いいの？はい、大丈夫です。大丈夫？はい。ちっちゃくなってる。ほんとちっちゃくなってる。急にちっちゃくなってない。ちっちゃくなってる。なんでこれ急に、やっぱこれダメなのかな、体重で。どんな体重、体重制御。ちょっと、なんでこれ、どんな体重ってある話。いや、スタッフに聞いて。いや、体重制限でも話したら、続かんよ。大丈夫。何キロあるの今ですね、ようやく。ちょっと痩せたでしょ。いえ、100キロ超えました。はようやく超えました。目指してた。あのですね、実は若手と、デブライブっていうのをずっとやってたんですよ。うん。ノルウェースエーデンっていうコンビがいて、彼らが130キロ、140キロぐらいですね。うんうんうん、で、わさびの、子も120キロぐらいやって、で、もう一人若手がいたんですよ。もこもこもとしっていうんです。これが110キロバーだったんですよ。もとし、この後番組来ますよ。本当？ 11 時から。で、僕が当時98キロぐらいで、僕が一番下だったんですよ。知らない。彼ら見たら、もとしさんって言わないといけないよ。だからよ。100キロ超えないとお前認めんからなって言われて。もとしで。みんなに。あれどうにかした方がいいよ。大事ですよ。だからもう頑張って100キロ超えるように。うん、超えました。だからあれなんかに元に呼べるようになる。この年でさ、体重増やすって大変だよ。あのね、足はガンノスケさんばり。おにぎり持ってる。死んだな、足で。もうこれ食べる、あ、この薬やるためにはもう痩せれないみたいな。だから僕、松竹いる時に、玉木光座長から、お前痩せたらオーバーできんから痩せるの禁止なって言われたんですよ。あの時でもそんなに太ってないでしょ。いや、あの時でも90キロぐらいなんですよ。あ、マジで？はい。若いから肉が上に引っ張られてるんですよ。下がってないんですよ。下がってないから太ってるように見えないんですよ。なんかあのそうそうそう、30代40代になるとどんどん下に下がるじゃないですか、うん、あ、太ってるように見えてくるんですよ。あ、ごめんなさい、嘘です。信じないでくださいね。これ100キロオーバー、100キロオーバーが何名かいるよ。誰海優さん100キロオーバーです。あ、そうなの。トリオさん最高で142で92キロまで行ったわけ。それは女子レス、この人が、トリオさんはもっと女子レスラーなんですよ。あ、そうなんですか。リスナーさんですごいね。で、その時の名前わからんわけ。この名前でしかわからなくて。トリオンさん。トリオンさん、すごいんですよ。すごいな。笑ってから腹痛いとか言ってる。そっからキャベツダイエットで15キロ落ちたさ。お、キャベツダイエットっていいんですか。どんなんすかね。キャベツダイエットって何。キャベツを丸ごと食べるんですかね。ご飯とかキャベツ、ご飯の代わりにキャベツ食べるとかじゃないの。ご飯の代わりにキャベツって何。キャベツ食べてるじゃないですか。ライスの代わり。あ、ライスの代わりにキャベツ。じゃあキャベツとおかず食べるってこと。え、違うの。なの、トリオさん聞いてるよ。どうにかして、どうにかして。なんでご飯じゃわにキャベツをしてるの。せっかく太ったの痩せようとしてるの。違う、どんなって、なんでかなと思って。千切りキャベツ屋さって。もう電子切りになってきた。葉っぱじゃないよね、これ。千切りなんだよね。僕がディズニーいるときに、マックス98キロだった。あんな大きかった、うんうん、だから怖かったんだよ。確かに。あの時ね、もう、あれ、いくつの年か覚えてないけど、一番太ってるときに、あんまりいいことなくて、クリスマスの日に丸刈りしたと。年の瀬に。クリスマスの日に、あ、イブか。イブに坊主にして、もう今年の役をこれで落とすってやったら、イブの日、その丸坊主出勤したら、2個下の後輩の常連、あのスタッフ、客が喧嘩始まって、食ったもう幼馴染みたいな2人が。
でこれなんかな、仲裁入った時に僕が一人を止めてその後ろにいるわけで、僕こっちをなだめてる時に後ろの方が走ってきてるんです。走ってきて僕それ気づいてなくて、でこっちと話してたら僕説得してる子が僕と目をそらして走ってくる後ろ、僕の後ろを見よったから振り向いた瞬間僕間違って殴られたんです。後輩バーンってしたらこれが未公開になって、がもうクリスマスから坊主で坊主だし目を喜ぶし元旦の時のあんまりもうあれ目の中も真っ赤になってからヤクザスーツ着けられたから、すごい、あの時ダブルのスーツさ、その色がちょっとねおかしい、そう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 、あれすごかったよ。あそこから体重落とすの時間かかったんで生々しい話じゃないですか。本当だよ、あの太った時は水飲んでも太って最後絶食したら体重増えたわけ。お98ぐらいから、でそっからも、あ違う92、3キロか、そっから体重どうやっても太るから、もういやもうどうせったら体格あるから100キロ行けって、100キロ行って100キロから体重落としたって言った方がまだ箔がつくなって、今度太ろうとしたんだけど今度98から全然いかんわ。もうそこがマスクスだった。マスクス、マスクス神田のお母さんとさ、告知の時間ですよマスクスね、マスクスですよ、うん、告知の時間、告知やりましょうか。はいはい、他の事務所の話なんですが、何でしょうか。さあ、ここでブルーファーストスターからのお知らせです。今や夏の風物詩、前平仁さんことヒープーさんによる、本人も愛用してくれているアメカジブランド、もう一回最初から、スタディオ・ダ・チル・チル・ザン、あ本当に、略したです。アメカジブランド、チルさん、あ違う、ルチさん。チルだけそう、スタディオ・ダ・ルチザンに別注したユタシクモータース T シャツが今週9日金曜日、明日から発売開始です。第3弾となる今年の、ユタシクモータース T シャツは、1枚6000円。これね、ちょっと値段高めなんですが、チャリティーになるので、売り上げは全部チャリティーに回すそうです。で、サイズは今回、S をなくしてですね、M、L、XL、2XL、で、それにプラス、前回のリクエストがあったということで、3L、4L までを一応準備してるそうです。今年は胸ロゴ変更とボディカラーが生、きなり色、きなり色、真っ白ではありません、コットンの無色、あ染色されてない、漂白してない色なので、ちょっとクリームっぽい、そうですよね、きなりは。きなり色の T シャツです。で、現物昨日見てきたんですけど、上等だった。で、アメリカ産コットン採用ということで、いつものだからこだわるダ・ルチザンの T シャツ、このスタンダードな T シャツはこちらのアメリカ産のコットンを原料とした、生地を採用し、すべて日本で生産、アメリカの、肥沃な大地と太陽、山々のピュアな水の恵みを受けて育ったアメリカ産のコットンは、真っ白な光沢を放つ美しさが特徴で、繊維の長い面は、強度にも優れており、世界の中でも、高品質の、原面として知られています。原面というのは面のことですね。県外発送やお取り置きはしておりませんのでご了承くださいませ。これはあのブルーファーストスターのオーナーのジンジンさんからの、コメントです。当店レジ金もそんなにありませんので、できればなんですがお釣りの出ないようにしてもらえると助かります。ペコリと来てます。こちらまた現金のみの販売となっておりますので、カードは使用不可能ですのでよろしくお願いしますということです。前回も当日販売でね、ほとんど即売みたいな感じでなくなったので、今回も限定100枚ということなので、早もん勝ち、明日、金曜日午前10時からの販売です。販売場所はブルーファーストスターですね、宜野湾市大蛇名にあります。で、これでですね、明日から、販売するんですが、日曜日のお昼にヒープーさんも店頭で販売をちょっと手伝うということなので、日曜日の昼後に行けばヒープさんにも会えますよということです。その時には T シャツももしかしたらないと思うんですが、ユタシクステッカー、あとはユタシクモータースのキャップをヒープさんの方が手売りするということなので、ぜひ皆さん、こぞって買いに行ってください。僕も明日行けたら行こうと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、一曲ちょっと行きましょうか。ここで
今日ね、リキが来るっていうことでね、はい、いつもはひふみずがちょっとおとなしめのバーっぽい曲をかけるんですが、今日はちょっと懐かしの曲を。キャンさん、これ音、ボタンどうだっけ？いいなぁ。スタッフ、これで OK？ OK、はい、これで書きますよ。じゃあ、これがダメですね。あ、これダメ。今日多分止まります。マジで？はい。YouTube また再アップします。マジで？なんかあるの？僕が間違ってボタン押したみたいです。まずは聴いてください。ローラ・ブラニガンでセルフコントロールです。どうぞ。おー、懐かしい。あれで BGM が乗ってるとなってます。さっきの。はい。カスカール。まあ一応最近の YouTube 優秀なんで試してみましょう。はい、すみません。BGM だけを消すっていう機能が新たに追加されてた。マジで？おー。ただそれ、あんまり良くないかもしれないです。わかりました。みんな良いの来てる。はい、もういっぱい読んでいいですよ。ツイキャスの皆さん、今リキヤがツイキャス見てるんでコメント書いたら返事します、多分。はい、どんな人でもいいのこれ。まだハイボール飲みたらないな。あ、皆さんコメント来るんでコメントに返事、言葉でいい、喋っていいですよ。来てますよ。はい、どうぞどうぞ。神々になってるわけよ。はい、そうなんですよ、いつもなんですよ。だからさっきのコメントのなんか言うのもう神々がずっと入っててか全然入ってこなかったデージおかしくなってか途中で、うん、いいんですよ、明日から T シャツ販売するってことだからデージおかしくなったよ。してさ、うちの番組自慢ですスポンサーが12社いて、そうこれを全部生原稿を読んだりするんですけど、これ自分でも作って自分で噛むっていう。ユージ何が自分である台本書いて、うん、自分のセリフをそこ忘れる。自分で台本書いてるの大体忘れないじゃないですか。大体忘れる。忘れるね。自分で書いても忘れるよ。いいさもん。忘れるのは忘れるんで。だからそのために僕来てるよ。もよかったー。全部僕に自分で言っちゃってますけども。そうなんですよ。マスター、記録作るやつさん。何の記録？紙のね。36回、違う、トリオさんが36杯見に行くやつさ、すごいですもんね、だから、FN ギノマに今、ね、なんか、ビールの箱置いてますけど、あれが4、5日でなくなるという想像をしたら、あれだな、あれがトリオさんがもし飲んだとしたらですよ、あれ、そういうことよ、ジーバの倉庫かなと思って、こっち、ビール箱、宮里洋子店から、懐かしい。昔よろずやってましたけど、やったね。で、アンさんが、リキは今度ヒンミさんと一緒に飲みに行こうって。ああ、いいですよ。誰かわかるこれ。アンさん、うん、あ、そうなんだ。そう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 。久しぶりだな、みんな。そう。ビール嫌いさ。トリマさん。で、キャッツイキャッツ全然読めてない。トリマさんと一緒に何部かする。カタカナ弱いお年頃マスター笑いって。ブルーミーさん、結構きつそう。何の話？多分さっきのあれじゃないですか、あのコメント、ブルーファーストスターさんの、きついよ。もう放送作家がそばにいるから最高だね。そうです。すごいな。出た、本日マスター神々みたいなって何部かする。15番目の男、デイジびっくりしたよと紹介しといて、間違ったマスターにイナズマレッグラリアットのプレゼント。全然意味が分かってない。俺が間違ったんでしょ、たぶん振っといて。そう、ビール嫌いよさ、うん、北海道の方なんですよ。でもなんか石垣に住んでたことがあるっていう。あ、だからなんかちょっとおかしいのか。ねえ、なんでおかしいって。ビール嫌いやさっていうのが、やっさーがね、作るやさ、作るやっさー、ちっちゃい通つけたら最高だな、鳥野さん。やっとさーないだろ。かっこいいダイエット方法教えて、教えてもいいさ。別にダイエットしたいって誰も思ってないよね。はい。大丈夫、健康ですか。もう本当に健康なんですよ。数値は出ないの。出ないです。病院毎月行ってるんですけど。毎月？はい。それ健康じゃないの。いや、この先生のところにちょっとだけお世話になって本当止まったんじゃない。あ、その曲なんか知ったよ。終わるの。お届けしたのはローラ・ブレディングでセルフコントロールでした。
むちゃくちゃだな。ユンタクして忘れてた。びっくりした今。さあさあさあ、皮膚水場、あと10分で終わりますよ。あーすごいなこんな感じで番組やってます。いいですね。あの、なんか聞きたいことありますか、ユミさん。じゃあ、何でも答えますよ。はい、できるに、はい、できるに質問、一問一答。はい、どうぞ。何でもいいですよ。何でも答えますよ。何があるの興味持ってこれに全然興味ないやん。いや、興味あるよ。興味あるけど、はい、放送できないことばっかりなんだよね。いやいや、あの、放送できないの僕喋れませんから。あ、本当に大丈夫ですよ、はい、牛乳配達しに行っていい、おちにあ、2軒目でしょ、あそこから。そうそうそう、2軒目。なんで怒るのは、だから。ああ、そうかそうか。あの近辺に実家があるんですよ、嫁の実家と。行ってましたね、嫁の実家と。場所分かる、嫁の実家。分からないですよ。国、だから、あの藤子の家もだから藤子さんが言ってたわけよ、近くよっていうのは。あの後ろのジュージューの販売機からさ、ね、はい、あそこから下の階段に、ね、階段に降りる向けて、うん、左の2軒目が藤子家。向かいの右にか、あの駐車場を経営してる、はい、東原さんからでしょ。あっちは割った土地の実家です。あのね、ターン分からんだこれ聞いてると誰も何も分からんどこの児童本部行けようってなに昔これ、あの松竹のコントにやったよ取り調べだから、取り調べじゃないけど、コントはあの、だ、なんだっけ、だ、あんたうちなんちでしょっていう、あれは誰が考えた。いや、あれもともと松竹にあるネタが1個だけあったんですよ。おたこ沖縄の人でしょっていうやつではなくて、ちょっと沖縄の人をハッポガスみたいなの、うん、それをコーナーにしてずっとやれって言われてで、延々通れという字で作ってたのがああいう感じになってる。三菱じゃんに言う、はい、これネタがあったのをどん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 お前なんかが作っていけって言って。松竹は楽器屋さんいたの、うん、だからちょうど、僕ら実はサラリーマンやってて、うん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 、で、松竹から声かかって番組が始まるから、うん、お前なんか4月から始まるんですよ、うんうん、で、僕らも4月から新入社員で働いてて、うんうん、で、番組が2ヶ月間は吉坊さんと藤木さんがいるけど、吉坊さんもそうそう、で、2ヶ月後にこの2人は臨県バンドに完全に移籍するから、うん、2人空くと、うん、そこ埋めろと、そこ埋めろで、僕ら、いや仕事やってますよ普通にって言ったら、車屋とどうにか、ね、そうそう、僕はあの信用保証協会にいました、超公務員でしたから。で、それで半年間ぐらいずっと営業も入れられてで、親戚何名か殺してあの会社にはすいません、おばさんが亡くなったんで休みます今日ってテレビの営業やってたりとか、そういうことでもう半年間やったんですけど、やっぱりダメで、もう松竹にそのまま。いや、もうあの時のその松竹がみんな面白いから伝説って言ってるんだけど、そうじゃなくてそこから波及して今の FEC だったりもうできてるじゃないですか。ああ、まあまあ、たっちゃんとかも同級生でしょ。たつきは、はい、そうです。たっちゃんが2人を紹介したんだっけ、逆だっけ。ん、どこ、たつき、うん、だから、いや、あの、実は、山城たつきと戸口誠作と、そう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 、城間雄二と山田力也は同級生、同級生で中学からずっと一緒なんですよ、うんうんうん、で、誠作とたつきっていうのは学校時代とってももう目立つ存在なんですよ、うん、ワラーサーで、うん、で、雄二と僕っていうのはとっても真面目で、うん、あの、あんまりそんな笑わすっていうタイプでもなかったんですよ、うん、で、それで何でか知らないけど専門学校で僕とユージが一緒になったんで、うん、それで何かやろうかということでやったのが始まりで、うんうん、だからタツキとみんな仲いいんですよ、小学校からずっとね、はい、ユージとタツキがとっても仲良くて、あ、で、タツキがユージを紹介したんですよ、僕、あ、小学校3年タツキが紹介したの、はい、これユージ君、これ力也君、うん、あの時さ、うん、ディズニーにあのファニーズも来てたわけさ、うん、一緒に来た、一緒に連れてきました。あ、それでか、はい、面白いよーっていうこと、ああ、それであの時にその FEC 立ち上げる話を聞かさず聞いた、僕はで、それで立ち上げたのか、その時に。そうですね、立ち上げて、1年後に立ち上げてますね、うん、立ち上げてすぐ、そうですね、なんか、どうだったかな、そうです、24かな、早いよね、早いですね、あれ、何だったんですか、突然ですね、高い引き書いて、うん、夜帰ってきて高い引き書いたら嫁さんがもう起こしたけど起きない で、でその時にお腹にもう港がいたんで、うん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 、でだからタツキは見てなくて、うん、結局港もタツキの顔知らなくてっていう感じで、あ、うん、なるほど、何の話してるの今、
これ大丈夫なんかびっくりしたよ今。真面目な話もできますなんかあのネタの時、うん、奇抜な格好していた記憶っていうのはこれ何の話してるの、あのネクタイ、あのね、沖縄の人、うん、あこれ、あの T シャツとかがスポンサーがついてたんですよ。アメリカのブレイクダンサーみたいなジャンパーとかでしょ。ジャンパーとかそういうとこがついてて、 T シャツもすぐこっちのイサの T シャツ屋さんがついてて、うん、ずっとそこが提供で出してくれたんですよ。あ、そうなんだ。だからちょっとあの時にあんまりあんなの、ね、ちょっと派手な感じではあってよ、うん、あ当たってますこれ、うん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 、よく覚えてますね。そうなんです、そうです、スケテラさんちょっと待ってよ、15分目のとこそうでもないよ、皆さん終わった兄貴の部屋でいろいろ終わるだけ見せてましたよね。たつきさんも先生、あのね同級生だよ、はい、あこれなんか家ハト飼ってたんですよ。ハト、デイジッパイハト飼ってたんですよ、米屋なのにハト、ハトだ、ハトが米食べてバギーバギーになってこれ本当の話で、あの部屋でいろんな終わるだけ見せてました、ね、あの彼なんかの家のすぐ近くのアパートで、うん、今時効ですかね、うん、時効です、全部時効です、時効よね、うん、制作だったかな、女物のパンツ盗んでます、ね、芸人まだ今やめました、だから今言ってます。あれでしょ、あ違うね、かぶったんだ洗濯物が落ちてて下に、うん、で、いやいや、女物のパンツだって言って、あれが一回かぶったんですよ。ああ、いや、こんなことやめれって言って、僕は顔にかぶってました。その当時みんながやったスラーだろうって言ってみんなに笑われてました。アホでしたね。あ、鳥野さんが、なんか鳥の姿が見えたのはそのせいかって、この人見るわけさ。ああ、そうなの。トリオンさんだから鳥じゃなくてじゃなくて、この人見えますよ。あ、じゃあ15番目の男、うん、鳥が見えたんだ。うん、あの僕が鳥見えるのは鳥年なんですよ。ああ、なるほどね、はい、ごめんね、あんまり話ないな。いやいや僕しか聞いてない。なんか質問あるの？質問あるの？質問ですか？うん、いや僕たち世代からしたらもうずっと活躍されてるので、うん、あ、あ、キャンさん、あ、キャンです、よろしくお願いします。ありがとうございます。キャンさんおいくつぐらいですか？32です。32歳、はい、僕らが30年なんで2歳の時、そうです、そうです、そうです、やってます。芸歴30年、30年ですね、もう来年30年なんですよ。なんかやるんですか？30年やらないです。やりましょう。やらないです、こっちで。いやいや、あの逆にニュースで話してるのは僕らが出ないライブやるかって、みんなにお祝いしてもらうライブを、あーなんか面白いかなと思ってセッティングしてから自分の中で一応やるんですけど、うん、出てくるメンバーはもうほとんど僕らじゃなくて、やってもらってそれを見て喜んで、あれでしょ、結婚式場の、そう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 やったやれみたいな。最後に出てきてからありがとうございました。マジで1万円ワンドリンクぐらいで、はい、そんなのも面白いかな。あ、僕ホール見ますよ、じゃあちゃんと、うん、ただとね、今ユージと考えてるのが、うん、もうなんかむちゃくちゃやりたいなってなって、うんうんうん、もう50も過ぎてるし、うん、50のおっさんターが何やればみたいな感じのもちょっと考え中なんで、それもできたらな。やりましょう、やりましょうですね、うん、なんか面白くひっくり返せたらいいのかなっていうのがあったんで。今の島バナナーズっていうでしょ、あっちの皆さんともこの間話したけど50過ぎてもう子育ても終わって仕事もある程度落ち着いてもう目標なくしてる世代なんです、うん、僕なんか年代でちょうど50過ぎた人たちって、で自分がラジオ始めたのもそれもちょっとあったっていうのもあって、50で何か新しいことをする勇気ってなかなかないさ、うん、ないっすよね。だからそのきっかけになるような50の人たちがバカやってもいいような場所が作れるんだったらもう最高。ただしまバナナーズの皆さんはただのバカですけどね。あれフラですです。僕も先輩なんで、あの方よく知ってますから。ね、うちのスポンサーですよ。あ、そうなんですか。名前出てこないけど最近1000円食べないんじゃないかな。これだけ言ったら分かると思います。はい、もうこんだけで大丈夫です。はい、本当に、はい、分かってます。これあの大峰さんが聞いてたらクニャーって言うみたいな。あと皆さん来ると15日だったの、9月の。あ、そうなんですか。うん、ゲストでみんなで、うーん、今度は藤谷として来るって言ってた。あ、そうなんですか。うん、この前は島バナナーズで来てたので、うん、今度は藤谷で来るって言ってたので、うん、じゃあ今度僕なんか吹き込んどきますよ、うんうんうん、あの人に対して、うんうんうん、専門学校で一緒だったんで。あ、そうそう、あ、なる、その話聞いたんだ。そうそうそう、ただ僕は小さい時から知ってるんですよ。自分小さい時は祖父にいたんで。あ、本当に。お皆さんなんか
その番屋はすぐ近くだったんですよ。うん、その隣の3階や3階だったよ。すぐられてました。それを専門学校の時に言ったら覚えてないって言ったんで。戦や。そうなのね。はい、まあいろいろと皆さん横つながりが、沖縄横つながりなんでね。だからね、はい、いやー、いやでももう本当に楽しかったです、こちらも。もう残り1分ぐらいじゃないですか。うん、あと1分37秒、6秒。うん、どうしましょう。いや、何がですか。いや、僕も告知しますよ。あ、告知しましょう。はい、毎週日曜日ですね、うん、他局でありますが、ラジオ沖縄の方で、はい、昼の1時からおひさん、おひがらさんで月下精進という番組やっておりますので、うん、2時間半の生放送ですから、うん、ぜひこちらの方もですね、お聞きになっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日あの師匠宛にメールが来てたんですけど、うん、後で読みましょうね。あ、そうなんですか。スネルリンダさんから。おお、リンダさん、もう嬉しい。聞いてないはずなんですよ。そうなの。リスナーさん。どうなんだろうな、聞いてるのかな。また YouTube でも聞けるので。あ、ぜひ、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。これ今急に聞いた人な、振りたんかな。はい、ゆふみさんもついに頭ちょっとおかしくな急に口笛吹いたらおかしいんだよ。前振りしてください。いや、前振りないの、時間ないの。あ、もうないの。あ、そうなの。本当だ。あと30秒だね。30秒です。台風気をつけてくださいね。で、明日皆さん、ぜひ、沖縄尚学応援していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あの、沖縄尚学だったんで嘘です。嘘です。そうなんです。今日はそんな嘘つきの山田さんに来ていただきました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、すみません、またよろしくお願いします。はい、3秒残ってますよ。はい、もう待ってんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか。あの、大丈夫です。次そう、あの、すみません、次そう、皆さん、リキアさん、これで終わります。じゃあまたよろしくお願いします。また遊びに行きます。今度ユージ連れてきましょうね。あ、もうぜひ。で、あっちの事務所の芸人さんももし告知があったら誰プロパンセブンがとか後輩がいるんで、で、はい、こんな感じで放送してても、うん、ゲストさんって告知で入ってきたらどんどん喋らせて。あ、そうなんですね。全然問題ないので。いつでも来てます。っていうか、はい、もうヒュミさんが400くらい来るんだけど148だから死ねへんななってる。いや、一回切れてるから。どんなよ。面白い。あの、キャンさん、名刺交換して。あ、はい。面白かったわ。ユウさん、これ飲んでくださいね。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、置いておきます。ありがとうございます。そのまま僕は残って放送しないといけないんで。大丈夫ですよ。ありがとうございます。助かった。すいません。言いたい放題言ってしまう。いや、もうこんな感じです。素人ゲートとラジオってこんななるんですよ。にしても自由です。自由です。いいな。俺、順と助の告知してないよね。あの、ブルーファーストスターの告知しかしない。やってないよね。ありがとうございます。やろう。同じ感じだから。よかった、笑ってください。ありがとうございます。はい。いや、でも、あれですかね。はい。よろしくお願いします。これ持たせておきましょう。あ、すいません、ありがとうございます。あー、もう持たせておきます。君さん、もらっとく。はい、はい、何、名刺置いとこうね。あー、すいません。あ、僕名刺渡してなかったっけ。こっちに置いておきます。あー、すいません、遠いな。あ、二つ、君さん二つ置いとくね。ありがとうございます。すいません。すいません、これあの、僕あの、水曜日をこの時間にやってる、はい、クリームナッツという番組でやってますんで、またよかったらお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。帰り気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。画面もそのままでいいですか？いいですよ、いいですよ、いいですよ。寄せる？いいか。ナルトこっち来ろ。映っていいよ。映っていいよ。いいか。映らない方が僕で。100円でね。じゃあ、今日は本当に。これ、だいぶ腰が低い。だいぶ低かった。もう、ツイキャス止まった。僕が最後2つコイン入れましたから、まだあの、はい、90分は大丈夫です。はい、
今日、でもあれです、回線が悪いので急に止まったりする可能性があります。あ、一応念のためメール見てきておきます、ね、うん、一通来てた、うん、あとひふみさん、ちょっとお話があるので、あの終わった後ちょっとだけ時間。あ、いいですね、オッケー。でもあれですよ、あのお笑いポーポーってあの YouTube に琉球放送が公式で上げてますから、うん、YouTube で僕も見たことあるんですよ、こっち引っ越してくる前に。すごい人だよ。すごい人ですよ、本当にね。で、多分で他の方も絶対出ないんだ30年来の知り合いだから 出てくれたってことです、ね、そうです。すごいね、すごいな、さすがに、さすがもうマスター時刻は10時を回りました。 FM ギノワン 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバーひふみーズバーです。さあ、ゆるキャのりきやさん帰った後、10時台最初のコーナーはこちら、バッカスのこぼれ話。このコーナーは、昔バーテンダーだったのは本当なのかと聞かれるマスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーです。元バーテンだったっていうのをちょっと証明しようと思って、まあ証明しようと思ったところで調べてるんですけどね。まず証明が言えませんでしたからね。そうそうそう。先週はですね、トリックウォーターについてお話ししましたが、今週はカクテルの誕生にまつわるエピソードをいくつかご紹介します。カクテルと一口で言っても、一つ一つをができるまでにいろんなエピソードがあってですね、まあ、そのうちの有名どころのカクテルを今日はちょっと4つほど紹介していきますよ。まずはマティーニ、皆さんご存知のマティーニなんですが、カクテルの代名詞と言ってもいいくらい世界中に親しまれているカクテルがマティーニ。カクテルはマティーニに、マティーニに始まりマティーニで終わるって言われてるくらい。材料はジンとベルモット、過去ベルモットっていうのが、白ワインに香草や糖分などを加えて風味付けしたものです。そのジンとベルモットだけなんですが、アメリカのカクテルのマティーニの本には268種類ものレシピが紹介されているそうなんです。わかります？ジンとベルモットだけなのに268種類。あの中にはジン、ステアした後にベルモットを上からグラスの上からとくグラス上を通すだけのもうレシピがあるんです。意味わかります？上をグラスの上をベルモット通すだけのレシピとかもあります。文豪ので有名なヘミングウェイが好んだのが、15対1の割合の超辛口、これジンが15に対してベルモットが1ですね。イギリスの首相チャーチルはベルモットのボトルを眺めながらドライジンだけを飲んだとか、それもマティーニなのかと思ってしまうほど あの本当にレシピの多さということですね。多くの著名人がこのカクテルを自分好みの割合で愛しているそうです。でその起源については多くのエピソードがあります。これね、カクテル その由来とかエピソードって誰が最初なのかとかって分かんないぐらいいろんな後付けでもできたりしてるので、いろんなのがあるんですね。イタリアのマルティニ・ロッシ社が、自社製品のベルモットを、売り出すために開発したというありがちな話から、ニューヨークのホテルのバーテンダーがアメリカの石油王ロックフェラー氏のために作ったという説とか、真相は未だに定かではありません。でもその名の通りマティーニ社のベルモットを使うのがどうやら正式なようです。ベルモットはマティーニでないとダメだという訴訟が起こされたくらいだそうです。続きましてニコラシカ、キャンさん分かるよね、ニコラシカね、聞いたこと、あのこれ名前があんまりわからないか。モグモグですね。モグモグですよ。モグモグ。ニコラシカ。リキュールグラス。お
おちょこのガラス製みたいな感じかな、ちょっとちっちゃいグリノミみたいな感じの洋酒のストレートのグラスなんですけど、琉球グラスの中にブランデー、ブランデーを入れ、グラスの上にスライスしたレモン、さらにその上に、てんこ盛りの砂糖だけです。さあこれがカクテル、一体どうやって飲みます？ナルトロさん飲んだことある？ニカラグ、ニカラグ、ニカラグ、ニコラシカ全然ですね。どうやって飲む？これをどうやって飲むかって、普通になんかグラスの上にレモンのスライスがあって、はい、でも砂糖が盛られてるだけですよね、うん、もう レモンをこうあれするしかない。砂糖は砂糖上に乗せてみたいな、レモンの上に乗せたまま こうするしかないじゃないですか。舐めるの？舐める、舐める、でその舐めたまんまで飲み込む。だから想像つかないですよ。これがですね、基本としてはまずレモンを砂糖で包むようにして、合ってますよ、はい、口に入れるんです、はい、でレモンそのまま全部口に入れてもぐもぐするんです。甘酸っぱさが口に広がったところでブランデーを一気に流し込むという飲み方つまり口の中で自分でカクテル作るような感じの飲み方と言われてます。ブランデーだけではそうそうたくさんは飲みませんが、こうすることで口当たりが良くなり、飲みやすくなるのだそうです。しかし知らない人が見たら飲み方に困ってしまうカクテルナンバーワンと言えるでしょう、うん、実際グラスをたっぷり、グラスをたっぷり、2分間見つめた後、おもむろにグラスを口に半分突っ込んで流し込もうとし、大変な目に遭った人もいるという話もあるそうです。発祥はドイツのハンブルグ、こんな飲み方よく思いついたなと思ってしまいます。やはりカクテルは奥が深いですねというカクテルですね。これニコラシカって名前の由来があれ帽子に見立ててるんだっけ。そうですよ、確かだったよね、はい、ニコラシカってな、ロシアの民族帽子ですよね。ロシアか、はい、ロシアの民族帽子をかぶってるように見えるんだよ、人の頭に砂糖がモコってなってるところがね、ということですよ。で続いてマルガリータ、女性の名前ですね、うん、女性の名前のついたカクテル、なんか意味深ですねと来てます。1949年の全米カクテルコンテストの優勝作品、考案者はロサンゼルスのバーテンダー。マルガリータとは狩猟中に流れ弾に当たって亡くなった彼の若き日の恋人の名前だそうです。うーん、バーテンダーのね、昔の亡くなった恋人。メキシコ生まれの彼女を忍び、彼はテキーラベースのカクテルを作って彼女の名を付けたといいます。メキシコでは、まず塩を舐め、レモンをかじってからテキーラを飲むのが一般的。このカクテルの塩のスノースタイルもここから来ているのでしょう。もう一つの説はホテルのマネージャーが、恋人のために作ったというのもマルガリータという、その彼女は、どんな飲み物にも塩をつけて飲むのが好きだったんだという話とか、だけど塩で指で塩をつけながら飲み物を飲むというのはちょっとということで、彼女のためにグラスの縁に塩をまぶすという工夫をしたということだそうです。いずれにしても男性が恋人のために作ったということに間違いはないようです。ちょっぴり塩辛い恋のカクテルということで、コメントもいいね。いいですね、ちょっぴり塩辛い、あのグラスの縁にスノースタイルで塩がついてるやつですね。マネージャーニコラシカ、ニコラシカは関係ないわマネージャーわかんだかもね、オイラもできなかったんですけど 2曲もできるようになりました。あ、これ2曲聴きやってるのね、好き、はい、頑張ってください。2曲聴き、今あれかあれの時間ですね、ロック玉手箱か、うん、今回メールしなかったんだよな最近メール送れてね。モスコミール、さあ皆さんよく知ってるモスコミュール、正確にはモスコミュールだそうです。お酒メーカーが自社の製品を売り出すために新たなカクテルを作り出すというのはよくある話。その中でもこのカクテルのデビュー時のエピソードはちょっと変わっています。第二次世界大戦後、アメリカではウイスキーとジンばかりが飲まれていたのですが、そこへなんとかウォッカを広めようとしていたのがウォッカのメーカー、ヒューブレインの社長マーティン、マーティン社ですね、ヒューブレインか、彼はちょうど同じ頃イギリスのジンジャービアを普及させようとしていた旧友のモーガンとともにこのカクテルを作り出します。次にマーティンはポラロイドカメラを持って高級カクテルラウンジを回り、それぞれでバーテンがモスコーミュールを持っている写真を2枚ずつ撮ります。1
1枚をバーテンにプレゼント、もう1枚を持って次の店に行き、ほらこんなに流行ってるんですよって他のバーテンが持ってるのを見せて、で、ポラロイドカメラで営業回るっていうのはまたその当時の、なんていうんですか、時代ですね、さもそのカクテルが流行ってるかのように思わせたのです。作戦は見事に成功し、ウォッカはこのカクテルとともにアメリカ中に広まりました。すごいね、戦後のそんな話があった。ちなみにこのカクテルの名前はモスクワのラバ、ラパ、モスクワのラパと訳されることが多いですが、ミュールには頑固者、ゴージョッパリという意味もあるとか、以上、とかということです。モスクワの ラパって何かな、なんすかね、地区の名前とか、モスクワなんか、ミュール、頑固者、モスクワ、モスクワの、モスクミュールのモスクワはモスクワなんですよね、ロシアの人なん でミュールが頑固者、モスクワのラパ、ちょっと頑固な人っていう意味なのかな、というような意味があるそうです。ということで本日は、マティーニ、ニコラシカ、マルゲリータ、モスコミュールの4つをの、エピソードを紹介しました。以上今夜のバックスの、何いいですよ、バックスのこぼれ話ヤイビータン。今日はあと皆さんもですね、エピソードが知りたいカクテルがあるよっていう方はぜひあのエピソードリクエストとして、ヒーフーミズバーにメールをください。さあ、今日の2曲目いきましょうね。今日の2曲目はこれはね、あこれ2個か、はい、全然言うこと聞かないんだ iPhone が、あ聞いた、はい、今日2曲目いきますよ。ワードアップ、あじゃなくてキャメオでワードアップです。どうぞ。今日ちょっと懐かしいの曲ばっかりだ。いいですね。知ってるこれ2人とも。これはこれの僕のやつは僕わかんないです。でも、聞いたことあります。聞いたことあります。ツイキャス止まっちゃう。出来合いのがあったからツイキャスが止まった。あ、止まった。本体は大丈夫ですよ。これあの土曜日にみんなのコメントが止まって、コメントが止まって、コメント止まってますね。曲懐かしいねの一言もね。ちなみにあの今日のカクテルは全部僕の好きなカクテルです。あ、全部、あ、いいよね。さすが。他にもあったんだよ、他にもあったけどちょっとあの全部はちょっと多かったので少し絞ったらこの4つになりましたよ。特にマティーニが好きです。マティーニはな、最近飲んでないんだよ。あの僕のおすすめは、あのイギリスのあのシップスミスっていう酵素入りのジンがあるんですけど、これを使ったマティーニがすごい美味しいです。香りがいい、パンチがつきます。いいね。あのもとってもあれなんですよ、あのそのまま飲むともうきつい、薬草みたいにきついジンなので、うん、いいよっていう人が多いんですけど、うん、マティーニにするとそれがほのかに香ってやっぱりこのパンチが効いてます。いいね。いいっすね。かっこマティーニ飲みたいな、久しぶりに。僕が行くお店ではあれです、あの一回氷を、うん、あのお酒で洗って捨ててその後に作ってくる。あ、霜落としで。なるほどね。一回洗って少し冷えて溶けにくくするの。そうです、ね、氷がね、はい、凝固するか、はい、で表面の霜も落とすので、うんうんうん、雑に入れないようにするのは結構気遣って作ってる。いいっすね。ブルーミーさん、レモンと砂糖のやつを飲むことある。知り合いが早く酔いたい人が飲むよって言ってたな。いや、早く飲みたい人はね、頭振ってもらったんだ。バーテンにシェイクしてもらったんですよ。よくやりました。酔いたいって言ってから、あ、今日お酒強い人が今日酔いたいって、じゃあやるって言ってから、おーって言うから頭振ってから、一気させて頭振ってから、メイバーテンって、リック・ジェームスとかもかけてよって。エミさん、あ、いや、リック・ジェームスいいね。今日のリストに入ってるかもよ。かける時間があったらかけましょうね。バブルの時はカクテル1杯800円くらいでも気にしないのかな。だいたい700円くらい、うちが、僕が働いてるとディズニーではワンドリンクだいたい700円、チャージが200円だったので、チャージ200円はそんなに高くはなかったかなと。ただ泡盛が出始めだった、蔵が出たばっかりで、そのバーとかに洋酒のところに泡盛が進出し始めの頃だったから、
ウイスキーの売り方でしか売り切れなくてさ、ウイスキーがワングラス700円とか800円とか1000円で売ってるのに、青森400円で売れなかった、他のバランスだから1杯700円でもシングルで測って売ったりして、ダブルとかトリプルとか入れて半々ずつ、青森弱いさ、原価はそんなにしないけど売り方が分からなくて、あの当時あれってことですね、うん、最初すごく苦労したっていうのはよく聞きます。そう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 、だから青森メーカーがその横文字にして、あの何バーとかに洋書いてるところに置けるようにしたっていうのが、その当時バブル期だから、多分ボトルとかあれじゃないですかね、あのこうおしゃれなボトルにしてとか、逆にあれバブルが弾けたから青森が出るような、高い洋しか売れなくなった、それもあるんでしょうね。そう、この曲突然この前のハイボール飲んでみました。この前のハイボール、お届けしたのはキャメオでワードアップでした。さあ、ひふみずば、今夜は飛んだに関してのメールを募集してますよ。メール来てます、紹介しましょうね。ラジオネーム LED 懐中電灯さん、ひふみさん、力也さん、リスナーの皆さん、こんばんは。ごめんね、力也帰っちゃった。今日のテーマ、飛ぶということで飛翔体の話でもしようと思いましたが、同様のメールが多いと思うので書きません。明日の試合でボールを飛ばしてほしいですね。ではでは。あ、本当に中学生ですか、ね、このコメントパーフェクトすぎますよ。最高だな。明日の試合でボールを飛ばしてほしいですね。そこがですよ、オキショウナインに向けての。さすがだな。しかも中学生だったらオキショウに飛ばしてほしいですねとかって書きそうじゃないですか。そこもあえて書いてないのなんかちょっと憎らしいですね。うわー、わかってるな。じゃあ告知1個いこうかな。さあ、ここでオリジンコーポレーションからのお知らせです。O1 グランプリ2018年王者のお笑いコンビしんとすけとピン芸人の純選手が組んだお笑いユニットじゅんとすけのライブが明日、8月9日金曜日に那覇であります。いつもはね、ギノマのこっちでやるんだけど、第2回目らしい那覇でやるの珍しいんだよね。今回の場所はレベル2宴という場所ですね。これ僕分からないんだよ、初めて聞く場所で。那覇市、住所がですね、那覇市前島 3-25-2-7階、あれ結構高いんだよ。高いですね。前島三丁目ってどこ。前島元映画館があったところだったり、あっち一丁目に近いの。三丁目って言ったら松田若狭川かな。夜7時半会場、夜8時開演、ライブチャージ1000円で、別途用ワンドリンクです。お問い合わせ、お申し込みはオリジンコーポレーションまで。電話番号が0989、失礼しました、0988666-6118、オリジンコーポレーション0988666-6118、第43回じゅんとすけライブ in 那覇ですね、のお知らせでした。さあ、ひふみずば飛んでいきましょう。メール読むのが10時過ぎだといいなというメールが来てるので、ちょっとリクエストのお答えして、今10時17分過ぎで読みましょうね。マスターキャンさん、そして同世代の力也さん、こんばんは。来週から北海道に初上陸するエミーです。初めての北海道旅行なのでドキドキワクワクが止まりません。マスター、私先日飛びましたよ、意識が。あれが旦那が、あれは旦那が飲み会に出かけた夜のことでした。その日息子が遊びに来る予定だったので、得意の唐揚げを作って、待ってたんです。ところが息子から、来られなくなったと連絡が来たので、一人で唐揚げを、食べることになりました。旦那は飲み会ね、エミさん一人でね。自分で作った唐揚げだけどすごく美味しくて、5、6個ペロッと食べて満腹になりました。その直後お腹痛くなってトイレに駆け込んだんです。トイレで痛みが激しくなり、冷や汗か油汗が、だらだら出てきて、すごく苦しんでました。そのうち耳が聞こえなくなり、やばい倒れると思ったので、できる限りの声を出してなんとか意識を保ってました。でもトイレから
張って、その後トイレから張って出た後ソファーに倒れ込んで、そのまま1時間ほど意識を失ってました。大丈夫か。翌日病院に行き医者に話すと、激痛による急激な血圧の低下で、血圧の低下で失神したようですね、精密検査しましょうと言われ、来月精密検査をすることになりました。どんなに酒飲んでも倒れたことなかったのに、腹痛で倒れるなんてと、旦那も驚いてました。腹痛の原因はわからないけど唐揚げでないと、唐揚げではないと思うので、来年市民で帰った時にみんなに作って食べさせようと思います。いや結構です以上、暦の上ではまだ、上では今日から秋だけど、そうなんですよ、今日から立春なんですよ、ね、まだまだ夏なのでご自愛くださいます。いや、やがいわけご自愛ちょっとでも心配ですね。これあるじゃない、欠席とか、尿管欠席とか、自分が腸炎で倒れた時に救急車で運ばれて、結局腸炎でだったんですけど、油汗っていうのを初めて、油汗、キャンサー油汗経験あるでしょ。今週ありました。ありました。今週刺身食べすぎて、うん、妹がたくさん買ってきたんですよ、うん、でも残すのもったいないなと思って時間かけて夜食べてたら、うん、こっちに出勤するの火曜日じゃないですか、うん、その日の朝4時ぐらいに、うん、もう寝れなくて、うん、もうムカムカして、うん、もう親呼んでボール持ってきてもらって、うわーっつってグミが出てきていっぱい全部出てきて、で38度の熱のまま出勤して、うん、火曜日なんとか過ごしましたすごいな、これしょっちゅう熱ですよな。油痩せってわかる。もうその時本当にすごかったですよ。朝一応寝てから起きたじゃないですか、うん、そしたら昼間こうパッと触るともうめっタベタするぐらいもう、そう油になってました。油で水じゃないよな、はい、あれ油が出るんだよな。出るみたいですね。俺出たけど気持ち悪かった。はい、気持ち悪かったです。サラダ油触ったみたいな。そうですそうですそうです。すごいんだよ。エミーさん、激痛の腹痛、激痛の腹痛は今年だけで3回やってるから大腸の精密検査すること。3回も大腸がんじゃないか、やばいな。ちょっと本当ね、うん、なんか、バブルの頃、あ、こっちは話違うけど、もう本当にご自愛くださいよ。さあ、次続いてのメールです。今日メールがいっぱい来てるんだよ。リキア宛にも来てるんだけど、もうすいませんね、もう帰ってしまいました。ひふみさん、今日のテーマ「とんだ」の話を聞いて、私はラジオ聞けないけど、みんなはどうしたか、みんなはどうし、この場合みんなはどうしたん、みんなならどうしただろうなということで聞いてほしいと思ってメールしました。この間さ、道歩いてたらさ、向こう側からさ、男性が来てさ、私の近くまで来て、突風がさ、なんと頭が飛んだんですと思ったら、カツラが飛んで、しかも私の足元近くにこんなことって本当にあるの？思わず拾おうと反射的に体が動いたけど、男性が慌てて駆け寄り、ゲッと思って拾わなかったわけじゃないけど、拾って渡してあげるべきだったか、いまだに悪かったかなってちょっと思ってるそうです。無視してあげて正解だったか、みんななら拾ってあげてるのか聞いてって来てるんですけど、どうですか、もしそのシチュエーションなら。そんな外れやすいカツラを、あれ外れやすいのよ、風で飛ぶって外れやすいよね、どっちかって外れやすいですね。どうもし知らない人のカツラが飛んできたら。僕はもうさりげなく拾ってあげます。何も反応せず。僕も拾って渡してあげる方ですね。どちらかというと。足で蹴ってから乗せるの。どんなテクニックですか。無理。どんなテクニックですか。無理で。いやでもカツラね、取ったことはないけど。まあ今日親の森元市長、市長が那覇市長が、はい、今日命日ということで。はい、飛んでないけど飛びそうだっていうの見たことあるんですけどいや分かりますけどね、亡くなった方の思い出話をするのが供養になるんですよ。一周期ご冥福をお願いいたします。僕はつける方は経験ありますけどね。カツラ、ウィッグ。ああ病気でたっけ。いや、あなんで趣味か、結婚式は病気か、はい、趣味かってもう危ないひふみずば YouTube ですっ飛んだってよ。そう、飛ぶって、
飛んだのよ。そういう疑いがあるっていうのがエミーさん、さっきのね、はい、メールいきましょうか。ひふみマスター、スタッフさん、ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。やんばる吹き気のみか、スマイルリーダーです。マスター、バーへお久しぶりにお邪魔します。じゃ、泡盛を牛乳割りでオーダーします。笑い。今夜のゲストですが、もしかしてだけど、もしかしてだけど、笑い。リンダの口笛の師匠ではありませんか、マスター。大好きな今夜のゲストさんにスペシャルカクテルよろしくお願いいたします。楽しく聞いてます。聞いてるんですよ。あ、飛んだ話ですが、若い頃にこれおかしい。何年までしてたんですか。若い頃に高速道路で雨降りにスピンしちゃって車が潮不動になりリンダのまぶいが一瞬飛んだな。リンダの飛んだ話でした。ではでは、マスター、皆様体調整えて日々スマイルで頑張るんば。冷やみかち東北すべての被災地、那覇空港到着ロビーからポチッと送信ハートときます。シージャーありがとう。リンダさん喋り方こんなだわけ、超可愛いわけ。あったことある？月曜日ね、夕方の、そう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 、あれ聞きますから。君たちの常連グループ常連グループ、なんだっけ、小見の勇敢、そうですそうです、チョイスの月曜日、来週の友達休みって聞いた？本当ですか？1週間休むって。あ、夏休み、夏休みって、あれだから来週の月曜日は竹中編集長じゃなくて誰が来るかわからないんで、前もっての告知があれば僕がテーマあげるけど、名前をなければ、もう 誰がでも当てはまるような呼び方で声かけしないとですね、うん、まあいつもお疲れ様ですって言ってますからね、いつもね、あの番組では。エミさん、親玉理事長、最後潔く外してくれたよねと言われて、もう本当にそれどころじゃなかったもんな、痩せてな、命のあれだ、いろんなものが飛ぶんだよって来てますよ。カランコロン、ひふみマスター、いつも生かしたキャンさんバーにお集まりの面白いリスナーの皆さん、チュリース、本日は朝から釈迦にかテンション、本日は朝から釈迦にかテンション上げ上げ、ウィッシュがついてる、手が上がってるな、本日はってよ、本日もうじゃないんだよ今日、本日はってチームあやこ、ナンスクさんですよ。自分で略してる。ナンスクさんですよ。本日もゆたしくして、先週は途中、ロッタマ聞いてる間に寝落ち、すみませんでした。ロッタマ聞いてる間じゃなくて、ひふみずば聞いてる間です。本日は気をつけます。悪い。して、ユンタクテーマ、飛んだ。飛んだって言ったら、いろんなところ飛んできたけど、飛んで落ちた話しようね。ちょうど台風の時だったよ。若い時、友達数名集まって友達の家で酒飲んでてさ、テレビのアンテナがおかしくなってよ、テレビが映らなくなったからな、俺がアンテナ直してこようなって張り切って行ったのはいいが、外は大雨、しかも強風、酔っ払ってたからバカだったんだろうな。そのアンテナに向かって行き、とりあえずアンテナを直して戻ろうとしたら強風に煽られて、あねあねしながら、おいらは転んだらやばいと思って、そのまま下に飛んだ。飛んだのはいいが、飛んだ体勢が悪く、打ちどころも悪かったんだろう。その場であがあが歩くこともできなく、めっちゃ右手の肘も腫れて、血が出てた。友達が救急車を呼ぶと言ったが、真夜中だったので、飲んでない別の友達を呼んで、とりあえず病院へ。すると、そのまま入院、右手の肘の骨を粉砕骨折&左足の付け根、お尻のところを打ったらしく、そこに大きなひびがなんと全治2ヶ月、2ヶ月の怪我をしちゃいました。もちろん、とじちゃんには怒られ、会社も2ヶ月休むことになり、社長からも怒られて散々でした。爆笑。皆さん、台風の時は高いところに登ったら大変ですよ。特に酒を飲んでる時は気をつけてっていうか、登るな、我。ではでは、お時間まで、千葉利用、冷やめがち、すべての被災地。まあ、なかなかと。飛んだ。屋根から飛んだことある？屋根からですか？いや、これさ、これ、俺ちょっと思い出した。これ、ほら、落ちたらやばいから飛んだって書いてるさ。はい、自分も一度その経験があって、長男が赤ちゃんの時に、アパートの階段を降りていこうとしたら雨降りで階段濡れてたのよ。抱っこしたまま降りていったら何段ぐらいだろう、2つ目の階段を踏んだぐらいの時に足滑ってから転んだ、滑って転んだ、その瞬間子供抱っこしたまま前に
前に転んでるわけさ、引っかかってみたいな感じになって、そしたらそのまま子供潰れると思って足が滑った瞬間ジャンプして背中から着地したわけ、踊り場に、ドーンって痛い、もう一瞬いける、うん、だいやった、あのその飛ぶっていうのは瞬間的にできるよ、守ろうと思ったら、まあまあまあ本能でしょうね、本当ね、そうそう本能で、あでもスクリューさん僕は怪我しなくてよ屋根からだからな、自分階段でよくつまずくことがあったんですけど、うん、昔から、うん、今も一回も転んだことはないです、転ばない、階段の上に着地します、ちゃんときれいに転んだ、転ぶけど転んでこうつまずいたりストーンって抜けたりとかする、うん、してもう飛ぶ状態になるんですけど、ちゃんと着地する、必ず階段は着地ができる、さすが陸上、うん、じゃあ全然陸上じゃないですまあ一応でもそういう意味では飛ぶの得意でしたけど高校生の時6メーター飛んだんで何で幅跳びで、幅跳びで、はい、幅跳び6メートルってすごいよな、まあまあ飛びましたよ、南九州行きました、南九州大会、はい、で結果はどうでしたか、最下位でしたチンチン、成川さんは飛んだことある？僕自分でっていうのはなかなかないですね、うん、まあ、運動神経がないんでそんなにねこう着地するとかもないですし、運動神経なさそう、なさそうでしょ、うん、全然ですよもう本当に僕もないですよ今さっき話したの偶然だけど、うん、飛んで遊んでよくから階段を何段上からジャンプできるかって言ってから3段4段5段6段って言ってからみんな飛んだりして遊ぶんですよ、飛びきれないわけよ、飛ぶ飛ぶし飛べない、ずっと飛ばないっていうのがいるさ、飛ぼうとしてるんだけど飛びきれないの俺あれ全然飛びきれない、自分全部飛ぶのが得意でした、いや勢いつけて、だからまあ一つ僕あるとしたら、飛ぶエピソードあるとしたら、うんうん、僕内地出身ですから、うん、川あるんです、うん、川の上流とか岩場がすごい高いところからあって、あの川遊びっていうのをよくしてたんですよね、うん、でその川遊びやっててちょっと酒飲んでるからみんな度胸試しでもう4、5メートルあるすごい高い大きな岩場から川の、うん、川底へ飛び込もうっていうのをよくやるんですよ、ああ深いところでしょ、深いところへ、うん、で僕すっごいビビりなんで、うん、みんなが普通に飛んでるのに、うん、いやだっていう風にすっごい怖がりながら最後飛ぶんですよ、うん、で怖がりながらやるもんだから、あれちゃんと本当に着地しながら着地とかちゃんとした体勢取らない取った方がいいんですけど、うん、いやいや飛んだんで、うん、それで一回指を骨折したことがあります、あの指あのどこの指、手だから岩場にうまく川底に着地できずに、手がちょっとこう岩場を叩いちゃったんですよ、なるほどね、うん、川底でね、川底で浅いじゃんだからそれも分かってとみんな飛ぶんですけど、僕はもうそれ嫌いや頭から落ちたってことじゃん、あじゃなくてちゃんと足からは行ったんですよ、うんうん、足から行ってこういやいやって言って手をバタつかせてる、下まんま回転まで落ちてるそうわお、すごいなっていうすっごいドジなエピソードがあったりします、いやー俺高いところから飛ぶの全然できなかったからいまだに飛ぶの得意ですいやもう無理じゃん無理、ローラーブレードでしょっちゅう飛んでます、いやーあー、まあ、写真ね、はい、これローラーブレードもうどっかにアップしといて2メーターぐらい飛びますからね、エミーさん期待を裏切らないナルトラさんナルトさん大きいにって言うんで大きなにわっちゅうさん、あー最後コインと入れたんで、あ会長の自分で今ありがとうございますスキいや出演しながら自らナムからスキルさん、さすがキャラさん身体能力が優れてるな、でも2階の屋根から飛んだら普通に着地したとしても痛いはずよ、いやもうあれでしょ、なんだっけ、今アクロバットの街中でジャンプしてるパルクールでやってるみたいな、はい、着地と同時に前転してるんですか、あれ力逃げるんでしょ、そうですあんな感じがいいですね一番ね、だから僕はいつもシミュレーションします、何のシミュレーション、こっちで火事が起きた時に逃げ道がなかったら、うん、もうここのスタジオから飛び降りるしかない、どっちが一番こっちが低いのか、こっちが一番低いです、あっちがじゃあこっち階段かスロープか、はい、土はないのか、土ないのでここの多分歩道に飛び降りた方が一番低いです、追い込みに、はい、あのさよく考えるのがベランダの手すりとかの壁に もったれかかってる時にこれが壁ごと下に落ちないかって考えたことない、あーないことはないですけどいつも思ってば信用できんわけよあの壁たち、でもなかなかないんですよ、もたれられない
高いところで手すりとかああいうとこに持たれることが僕できなくてから高所恐怖症で、で落ちたらこれが地面に着地するのと同時ぐらいにジャンプしてからそこちっちゃくジャンプして衝撃を少なくしようって頭で考えながら階段あ廊下歩いてるいつも考えねみんなエミーさんツッコミがまた来てますよどこにマーベルレベルのしマーベルレベルそうだよ本当に考え突然ですが乳毛を抜いたら痛いですね何を言ってるんですか久しぶりだねいらっしゃいませどうしたら生き残れるかは考えますけど自分結構振り切れてるんで、幼い頃普通にあの子供の国の観覧車でてっぺんで揺らしたりとかしてましたえフラゲこっちの画面切れたよあ切れました、うん、あやっぱり止められたかもしれないですねあ本当にYouTube が力が来てたのに俺のミスで今日ツイキャスあげましょうあじゃあメール読みますか父毛の話が出て、突然すぎてへが出ました何言ってんの、飛んだと来てますカウンターネームアヒル歩きさん私の旦那はゴキブリに遭遇すると飛んで逃げますこっちすごいよここからが子供の頃口に入ったことがあるらしいゴキブリがあそれで恐怖症になっちゃって代わりに私は飛んで向かっていくシュワッチって言ってますよゴキブリが口に入るのは先駆け男塾で見た漫画でじゃジャンプの漫画やねグイグイグイ寝てる回に入っていくわけで そこまでの記憶しかなくてそれを俺実際自分で寝てる夢の中で僕の口の中でゴキブリが入ってくる夢を見て間違って噛むわけよ夢の中でパチッてやってしたらワッサーって口の中が鼻から見る顔中子供だらけになるっていう夢を見たことがありますチーン次のメール飛んだ、バーネームガッパイじゃないガッパイさん成田空港に到着今、最終便沖縄帰れるかなっていや無事飛んだってなりますってなりますようにうとうと以上出すだけですなガッパイさんでしたリクエスト、沢田研二時を何言ってるの確かあれじゃないですか息子さんでしょそうですね、お子さんが遠征行ってるって、遠征行ってるからその帰りで飛行機が飛ぶか飛ばないかあー、どうなんでしょう飛んだんでしょうか父毛も確認しながらメールください飛んだといえばねいやさっきのリキアの話じゃないけど自分たちの時ってその中学校の頃シンナーが流行ってぶっ飛びのメンバーがいっぱいいましたよ授業中とかっていう話怖い怖い本当に飛ぶやつなんですけど、うん、自分10年前に、うん、あの欲しいなって思ったのが、うん、あの手で掴むハングライダーがありましたよ海外で流行って手で掴むハングライダーはい手であ安全のあれなんだなんだっけはい、安全帯がついてないやつついてないやつでうわだからすっごい危ないっていうので日本には入ってこなかったですけど、うん、あれでローラーブレードつけながらやったらめっちゃ楽しそうだなと思ってあ飛んだんではないのね、はい、飛びたいなと思ってもうバカは高いとこ好きっていうなスクリューさん最近よく、酒飲みすぎたら記憶飛びますねこれは誰でもそうでも飛んだ記憶って戻ってくる寝てたら分からんよ起きてる時の記憶と戻ってこない僕の場合はもう記憶飛ぶイコール寝るですから寝てないのに覚えてないって言う人けどさ、うん、あれ嘘だと思うけど俺それは僕もないですね絶対にさ忘れてたよ後からいろんなこと思い出したりするやばいこれ忘れてたことにした方がいいやつだってなるからみんな忘れてたあるでしょうねメール来てますこれもそのままこっちから読もうね、バーネーム進撃のめいちゃんですヒューフニーヤンとナルさんとキャンティーさんキャンティー呼び捨てだ。お疲れ様です。キャンティの、意味深な発言。10月からの件で話が。番組終わるわけじゃないですよね。汗。あれは別にですよ。うん、僕個人の話です。台風の風。朝よりもかなり強くなってて明日が不安です。めいちゃんでございます。なるさんとキャンティは先週土曜日お世話になりました。クリーム特番ですね。特番。めっちゃ酔っ払ってたでしょ、あの時。俺ツイキャスちょっとすぐ見せたわけよコメントしなかったけど見てたんですねそうもうメイちゃんずっと座ってましたからねモアイ中にちょっと見たから、
音声も出せなくて聞こえないけど、めいちゃんのシグナスさんが座ってた。座ってましたね、一回ね、はい、あの二人が真ん中に座ってるところ見た。これめいちゃんだよなと思って、テレビ CJ やってるんです。だからもう本当にあのいつものフリームーンのレギュラーが誰もあのツイキャスの画面にいないっていう状態もありましたね。デジ嬉しさ盛り上がった。盛り上がりましたね、すごい楽しかったですよ、とってもいいね。ただ勘弁してほしいのは3時までいましたからね、皆さんね。だからささすがに僕もちょっとあれは眠たくなりましたね。あの、ね、寝始めた人が出始めた時に片付けよっかな、片付けちょっと開始してちょっと帰れるようにってやってやり始めたら、うん、なんかもう帰りたいのかって言われたんで、帰る時間過ぎてるよ。いやもうまあいいですけどね、まあ、僕よ翌日予定なかったんであれだろ、渋沢峠行ったんだろ。ああ某 S 正人さんですね。FM 技能は夜景スポットですね。ではでは飛んだ、なかなか飛んだ経験がないんですけど、公園の遊具でブランコ、公園の遊具でブランコ、小さい頃助走をつけ勢いで飛ぼうとした経験がございます。笑い。そして旅行で那覇から飛んだことは、修学旅行で九州で飛んだくらいでなかなかないです。あんまり飛行機でもあんまり行ったことないのか。ではでは来週月曜日、月曜日から1週間チョイスは宮田さんらしいよ。あ、宮田さんって、あ、さすがよく、さすがめいちゃん。あんまりそっちの曲聞かないイメージはあるんですけど、聞いてる、ちゃんと情報、聞いてる、聞いてるよ。いろんな曲聴いてる、めいちゃんも意外とね。エミさん、ナルトロさん、何しに来たトラそれが言いたかっただけじゃないですか。沖縄にワンチュールさん、完全に寝るトラ飛ぶ話、うーん、夢で飛んだら、あのテーマでやめるのかいの、夢で飛んだら数十センチってない。あー、よくあります。飛ぶ夢見たことある、空飛ぶ夢、ナルトロさん。あー、なんかありますね。ナルトル、あ、ナルトル、飛ぶ夢見たら地面スルスルで頑張ったら上行くんだけど全然上がらない、人の膝より上に行かんわけ立った時よりも目線が低いっていう、はい、スケートボードに乗ってからずっと行ってるよそうそう、ゆっくりとスピードもそうやけどかと思ったら宇宙の果てまで飛んだことある夢で。あ、死にたかったよ。あれなんだろうな、飛ぶ夢。自分よく戦闘機のパイロットしてる夢とか見ますけどね。宇宙人と戦争してるとか出た宇宙大戦争だ。宇宙が好きだからそうなるんでしょうね、はい、多分そうなんだと思います。あとは飛ぶ事故って飛んだのは何回かあるかな。あのさっきの着地の時に転がるじゃないけど、高校の時に、RZ 乗ってる友達、牧野っていう友達の後ろ乗って鉄回して、友達の家で、でいつも勝ってた牧野がその日負けたわけ。負けて朝方帰る時にもうイライラしてるからわーって飛ばしとったわけ。あの三原の数字道で飛ばしたもんだから、脇道から車が出てきたところ避けきれなくて急ブレーキかくて、後ろが滑って右左に行ってハイサイドになってポンってひっくり返って、はい、俺後ろに乗ってたから運転してる牧野はそんな飛ばないわけよ、はいはいはい、僕そのまま飛ばされてから、はい、結構な距離飛んで着地したと同時に自分もあの先は飲んでないよ、鉄回してからハイになってるからそのままわざと多めに転がってから、はいはいはい、どれぐらいかな、最後前転できないぐらいまでずっと転がってた。で止まったところが美容室の前で、美容室の人が事故を見てるわけさ、事故った後ろに一人でこっちまで転がってきてバタンと俺倒れてから大丈夫ねって、あ、大丈夫ですってすぐ立ち上がって逃げたってそれでも意識があったんですね、うん、飛んでる瞬間は、うん、あ、でも転がった方が全然怪我ないっす、ね、そう怪我なかった。あ、でも着地の時に左肩から落ちたんで、こっちは火傷してた。あ、ちょっとやってて、だから僕も小学校の時に、うん、あの跳ね飛ばされて、あの、うん、軽トラにドーンって跳ね飛ばされて、歩いてて、歩いてて、あれ上に飛ぶように人って、あ、飛んでるからわからないの、もうそのと、もうぶつかった瞬間に意識がなくなってて、そこから1週間寝てましたね。だから本当にあの精神をさまよったの、あのよっこう聞いたの、聞いた後から聞いたんですけど、うん、あの落ちたところが空き地の草むらの上だったから助かっただけで、うん、あのコンクリートとかあのアスファルトの上だったらよくあるあの頭を強く打って死亡っていう状態だったって言ってました。うわ怖い。飛ぶ人が引かれて飛んだの見たことある？まだないです。僕もないです。目の前だ。浦添の宮城の58号線から、
あっちは琉球調理師専門学校に来る抜ける道で日産があるって顔じゃないですよ、はいはいはい、あっち下って降りていく右学校があるんですよ小学校、はいはい、であそこ当時道が幅狭くて雨降りの朝両側に路柱がいっぱいあった、はい、両側に路柱がある状態で上僕は下から登っていったら上から車来るんだけど僕の目の前の小学生が飛び出してきたわけよ自分は上りだったから止まってきれたわけさ、はい、だけど上から来たネーネーは止まりきれんで引いたわけよ僕の目の前でそしたら子供が僕の目の前ギリギリ通り過ぎて僕の目の前で跳ねられて上に飛んでいくから見えなくなるよ屋根からしみくんですよ見えなくなって僕のそばにドンと落ちてから走って逃げていった。すごい。ええ。じゃあもうあっちのね向かいのねね引いたねねもう放心状態だ。そうそうですよね。びっくりしてからさ、はってなってるから俺すぐゆっくり進めていって窓開けてあっちもコンコンコンしてからもう動揺してもうははってなってるから窓開けさせて大丈夫走っていったから大丈夫だよ。大丈夫だよ学校行ってごらんもしあれだったらじゃなかったらもうそのまま帰っても大丈夫だはずよっつってから俺も帰ったいやいやっていう夢見たんでしょうじゃんこれ本当に見たうわあれさ車に跳ねると人真上に飛ぶ当たり方ですよねあもちろんねそうですよねスピードとかね多分ちょうどいいスピードで当たるとあのこのフロントガラスが角度ついてるんでそれで真上に飛ぶんですよねそうそう多分ボンネットじゃなかったんでしょうね、当たったのが。どんな車だったかな、軽ではあったから、ボンネットが、はいはい、セダンみたいなボンネットが長いのではなかったはず。はい、あいやあとは、バイクで僕が飛んだ話で。都ホテルの出勤で5時上がり、仕事が終わるの5時。で、浦添のレストランの出勤が5時っていうシフトで仕事してた時期があって。首里から浦添までワープしないといけない5時上がりの5時出勤だよ、はい、早上がりするか物理的に無理じゃないですかそこをなんとかやってたっていうお願いしてがタイムがあるであそこであの浦添の牧村と小学校の今のコルデがあるはいはいはい、あの道でコルデの前から少し下ってるの分かるあそこをジャンプしたの上からであのDJ1 でジャンプして着地したら左側にあっち縁石がまだ残ってるわけさ歩道と車道の境に縁石しかない着地したところに歩道あ縁石の右側に着地してしまった前タイヤは避けたんだけど、はいはい、後ろのエンジンが当たって、はい、あのクランクが当たって後ろがバーンって後ろなんていうの、あの前に転がる感じでジャンプとあの飛んでその時スローモーションだよねで僕が転がって落ちてバイクがガーってなってヘルメットが飛んでヘルメットがコロ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 って下まで転がっていってその時ウォークマンで聴いてたあのポインターシスターズの曲がツク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 ツってるっていうのちょっとこう耳から離れてるように聞こえてるってしばらくあれちょっといえ音楽聴いてたさだからむちゃしてますね本当にいや自分も似てるような話もあるんですよあの自転車で自転車であの大学生まで自分自転車生活だったんで、うん、あの当時はマウンテンバイクうん、使ってたんですよ、うん、で好きなのが歩道のこの縁石のこのあの段になってる斜めになってる部分があるじゃないですか歩道から車道が出るときに あれ利用してあのこの 1m ぐらい飛ぶっていうのをよくやってたんですけど、うんまあ、これとはまた別に、うん、あのよ夜とかですよ、うん、細い段差って見えないじゃないですかそうそう見えないでまあちょっとまあ、ショートカットで、うんまあ、駐車場とかをカットしようと思ってしたら駐車場ってこのスピード止めでちょっとボコってなってるんですよ あ,、はいはい、あれが全く見えなかったんでこう曲がってこう倒してる時にこのボッコイで乗り上げてボンって、はい、時速30キロぐらいであ気がついたらヘッドスライディングしましたそれ僕も経験がありますよ時速30キロ距離あの時速は分かんないですけど、うん、同じようなことをやらかしたことあります一回曲がり方があれ曲がりながらはやばいですねやばいよな自転車ってこの分量バイクも、その縁石で転びそうになること何回もあるわってエミさん、うん、リアルバーから帰宅というのしんちゃんこんばんはいらっしゃいませ、ゲストさん帰りましたよっていう見たんですでね今ねメールが来たんですよ、アヒル歩きさんからいつかありえない夢の話っていうテーマで番組やってて、ああ面白いですね。面白いになるので、来週これでしょうか。来週にします？来週はゲストさん
来週15日15日ですね。ね、15日来るかもしれない、あの方が。はい、ビッグゲストが来るかもしれないですね。ビッグゲストが来るかもしれないので、まあ、交渉中でしたね。まあ、どっちにしても、ありえない夢の話はいけるかな。あどうなんだろう。ということは、今週の力也さん以上のビッグゲスト。いや、年は若いよ、だいぶ。あ力也はもう大御所さん。はいはい、すごいよね、大御所。はい、大御所ですよ。いや、すごい大御所。でも来週来る方もそれなりに県内では名前知られてる方なので、そう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 、テレビラジオで活躍してる、はい、ひふみさんなんでそんなに呼べるのかっていうのがすごいですよね。すごいね、普通のおじさんじゃん、頭ぶっ飛んでるから。じゃあ来週のリューチェルだったら今呼べますよ。誰誰リューチェル。リューチェルのコスプレをしたネタやしね。イエーイ。嘘でしょ、聞くさよ。もうちょっとイエーイじゃなくてからモノマネしてよ。リューチェルランドそうそうそう、それぐらいがいい。イエーイって小学生か。びっくりしたわ。あそう、ビッグゲスト来るかな。あ今メッセージが止まりよった。エミーさん3点だぞ。良い子のエミーだったら普通やし。じゃあちょっと時間あるんですけど一曲かけましょうか。先ほどエミーさんリクエストがあったリック・ジェームス、今日これ準備してたんだよね。今日リキが来るっていうのも。さあ、お届けしましょう。一曲聴いてください。まあ全部はかけられんかな。ちょっと短かったら全部いけるけど、リック・ジェームスでスーパーフリークです。どうぞ。その前にリック準備してもうポン出しできるようにしてた方が良さそうですね。まだついてます。割と風が強くなってきました。さあなんかこっちに、うん、こっちに来てなんかトタンが飛ぶっていうのを初めて見ました。飛ぶよ、飛びますよ。だいぶ強いタイプは結構四国も来てたんですけど、さすがに内地はカラワ、カラワじゃない、カワラが飛ぶような、あれ落ちてるだけ、あれも飛ぶ、まあだから地域によっては。だからやっぱり沖縄みたいにこう来る頻度は少ないんで、うんうんうん、あんまり強くなくてもこう河原飛ぶってことは確かにありますね、うん、そうなのよね。内地の河原は飛びやすい。沖縄は全部一枚一枚別で固定してるから、うん、そうじゃないと絶対飛びますからね。無理無理無理。でましては飛んだら他の家に危害加えるので、そう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 、まず沖縄の、まあ、基本は物を飛ばさないんですよ。今道路に枝が飛んでました。飛んでる？飛んでました。でそれを K が引いていきました。引きずっていきました。引きずって急ぐんだよ。ちなみにさっき自分南九州大会最下位だったって言ったじゃないですか。ああああ。理由があるんですよ。何？会場が高速タータンって言ってめっちゃスピード乗るところだったんで。実は1本目、7メーター着飛んだんですよ。で、よっしゃ絶対ミスとと思ってガッツポーズして先生ともこうやって目合わせたらファールだった。何センチ？あの、本当に、いや、もう絶対自分見ながら行ったんで絶対ジャストって自信あったんですけど、つま先かかったって言われて、その時、ビデオ判定がなかった時代、はい、先生ももうこうやって首かしげながらしゃあないな。いやあれは本当に悔しかったですよ。あれがもし記録残ってれば、決勝行けたんで。さあ、お届けしているのはリック・ジェームスでスーパーフリークです。ひふみずば、そろそろ閉店の時間と迫っております。BGM にしながらですね、お届けしようと思って、もうあと残り少ないんですが、来週はですね、さっきやったみたいに、テーマのリクエストがあったので、なんだっけ、すごい夢の話、ありえない夢、ありえない夢の話で、ひふみずばお届けしたいと思いますので、ぜひまた来週もお聞きください。
さい。今日ちょっと早めだけど、そのまま曲たまには行こうかな。ナルトさん、はい、今日ありがとうございました。いやいやいや、もうこちらこそ毎週出させていただいて、今日は力也すごかったね。なんかすごい普通に喋れたってね、うんうんうん、横でとっても話しやすかったでしょ。話しやすかったです、本当に超いい人、うん、いい人です。そうなんですよ、キャさんも初めて、初めましてだったんで、次はちょっと僕も絡みたいっすね。ちょっと今日は仕事の関係でいろいろバタバタしてたんで、じゃあ本人も、はい、10時からまたちょっと約束があるっていうことだったので、はい、最後までちょっと入れなかったんですけども、はい、今度は友人も一緒に連れてきてくれるということです。あっちがさ、またプロパンセブンとか、はいはい、アッキーナとかもいるので、ジュピノリさん、プロパンセブンのジュピノリさんは火曜日来たりとかもするので。あ、本当に、はい、どの番組、カンナさんとつながりがあって、あ、そっかそっか、あっちにたまに来る。そうです、ゲームガルフで見たことないな。何度も来てますよ。あ、そうなの、はい、なのね、わかりました。ひふみずバーでも、県内の、まあ県内外、またミュージシャンとかもいたら、いろいろまたゲスト呼んでお届けしたいと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。そろそろひふみずを、ひふみずを最後に、最後に今オープンって言いましたね。ひふみずはそろそろお挨拶時間です。週に一度しか開かないひふみずは、本日の営業ここまで、来週もまたよろしくお願いいたします。ではでは皆さん、台風対策早めに、ありがとうございました。最後までカミカミマスターですね。ありがとうございます。実力発揮です。通常運転ですね。通常運転で、皆さんありがとうございます。今日ツイキャスちょっとなかなか拾えなくてすみません。やっぱりビッグゲストが来るとなかなか絡めなかったりするんだよな。ありがとうございました。イキヤさんの、はい、名刺バストなんでしなかったの。よし、はい、こちらよろしくお願いします。ありがとうございます。来てから で、髪を変えれば USA、 なるほどね、ほんとだ、すげえ、めっちゃ便利な人、便利な人、便利な人、あ、USA、 止まってなかったです。